僕単車が多いんですよね、移動がね。ほんでたまに電車で移動するんですけど、なんでもう年末ですしょ、駅朝ですね、駅行こう思ったらどう見てもホームレスのおっさんに呼び止められて、財布落としたって言われたんですよ。でいつからやねんと何年前から落としてんねんお前と。この間ダメですけど、でね、もうなんやねんなおっちゃん言うたら、尼崎に帰りたいって言うんですよ。で帰ったらええやん言うたら、金ないねん、財布忘れて。なんぼいんの、300円って言うんですよ。でね、まあ300円ぐらいと思ったけど、どうしようかなと思って。ほんで家族待っとんねん言うんですよ。家族に迎えに来てもうたらええやん、電話貸したろ言ったら、わからんって言うんですよ。分からんってないのよ、それやと警察行きな言うたら、分からんって言うんですよ。で警察は分かるやろ言うて、ほんでもうとりあえずもうどうしようかな、でもう知らんと行こうかなって思ったけど、気にしいやからね、もし僕がその300円をあげへんかったためにこのおっさんが犯罪を犯したらどうしようっていう心配を僕2時頃までするタイプなんですよあのおっさんむちゃくちゃしてへんかなとか思うから。でそのおっさんがね、もう300円言うから、と言わん思って、もう分かった。でね、もうあげようと。で300円をね、丸々あげんのも腹立つから、僕んとこそこからね、尼崎やったら160円で帰れるんですよ。だからおっちゃんこっからな、尼崎までは160円で帰れるからって200円あげたんですよ。ほんなおっちゃんがね、あ300円って言うんですよ。何やねんと、200円あったら出れるてって言うたら、バス乗んねん言うんですよ。で何のバス乗んねん言うたら、分からへんって言うんですよ。分からへんバス乗るな言うて、とりあえずあほかおっさんと、どこ行き乗んねん、せやから帰られへんねんお前はとな。ほんで分かったんならな、300円やなって300円バーッもう渡したんですよ。ほんならありがとう、今度礼を言いに行くから家教えて言うんですよ。絶対教えへんでしょ、次来ても分からん言うて、わけの分からんこと言うてお金言われるから。ほんでもうええな言うて、おっさんがね、おさめん渡してもうね、もうええよわで行こう思ったら、もうあのおっさんびっくりすんのが、せめて俺がおらんようになってからにせえと思うんが、僕は駅の方向かうんですけど、すぐこの辺が酒屋なんですよね。ほんで渡して大きに大きに言うから、ええよ言うて、わーって行こう思ったら、ガタンって言うたんですよ。びっくりしてね、はーって見たらおっさんね、ワンカップ買うてやがるんですよ、その300円で。これでも腹立たないですか。でもう言うたろう思って、おっさんに、おっさん言って、おっさんの返しびっくりしてね、僕が、おっさんお前何買うてんねんと、お前家族んとこ帰るんちゃうんか言うたら、おっさんが僕の方見てワンカップ持って、お土産って言ったんですよ嘘つけお前はなんでワンカップ一本お土産やねん。話全く変わっていいですか。猪木ってすごないですかこれ ね何がすごいかって言ったら、この前見て思ったんですけど、猪木のモノマネしますって言ったら全員こうするでしょ、ノーナローってやるじゃないですか。あれね、受け口の人が猪木のモノマネする時も受けるんですよね、さらに。でこの前受け口の人と喋ってた時に、この前な、猪木すごかったでお前、出てきた瞬間な、うわーって何言うたかわからないんですよ。なんか高枝切りばさみをもう一本つけたみたいな、そんな長いの使いづらいやん、反対に受けんでもええやんって言えへんでしょ。隠れ受け口って僕発見するのすごいんですよ。女の子も気ぃつけな、時刻表見るとき受けてますからねそうなんうっすらやけどね。で隠れ受け口で、お前ね、僕の好きなおにぎり屋さんがあるんですよ。あんで男の人一人でやってるんですけど、注文受けてこっちで作るんですけど、ガラス張りなんですけどね、あのパワー込めたら受け口になる人いますよね。で、あのね、こっちは普通なんですよ。あ、はい、明太子と、はい、カツオ、わかりました。ふっとこう、わかります？握る時ごっつ受けようるんですよ。ずっと受けてはんねん、こうやって。
うん、普通に戻ってまた二つ目からですよ。うわー受けたはんねん。ガッツ受けはるわあの人。うわー受けて。でお待ちどうさまですって言うんですよ。で、まあそんなん別に隠れ受け口はもう B じゃないですか。で、ある時ね、もう結構並んでるんですよ。でこう並んでる時にね、僕もあかんかったんですけど、ずっとイベント、このイベントじゃないですよ、違うイベントのことをと考えてたんですよ。チケットがね、ひょうさん50枚一気に売れましたよって、ありがたいやんか、嬉しいやん、そのやっぱそれが励みやんか、何枚売れたとか、ひょうさんこれ何売れたよっていうのは嬉しいから、ずっとか嬉しいな、50枚売れて、50売れて、次、梅田が160、180あるやろ、席が、でいろいろずっと考えてたんですよ。ずっと考えてて、だん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 行きますよね、こうやってね、で次は僕になって、ずっとそのままで考えてたんですよ。20が売れて、40がどうで、うんと考えてて、ほんで向こうのね、そのお兄さんがね、まあ普通ですよ、あの僕がその人のことをジキルとハイド君って呼んでるんですよ。あの注文聞くときはジキルで、握り出したらハイドみたいな感じで言ったんですよ。ハイド君ね、ほんで、まあ、ジキル君がね、こうどうしましょうって言ったときに、ぼーっとして言うときないですか。ぼーっとしすぎて、寿司屋とかでも、うなぎと卵っていうのが頭にあったり、すいません、うなごいうときとかあるじゃないですか。それと一緒で、明太子と、カツオを各2でええのに、ずーっと30とか40とか言うてあったから、すいません、各20って言うてもうたんですよ、間違いで。その瞬間ね、握らなぁ思ったんやろね。握らなぁ。この前、あのゴルフする人います？ゴルフ。あ、せえへん。あ、それだけ。あ、そちらも。この前ゴルフにね、マサト師匠に連れて行ってもらったんですよ。佐藤マサト師匠、僕でマサト師匠でしょ。ほんで小川氏ね、マサト師匠の弟子やから、小川氏。もう一人、これ名前言うてん、まあええやろ、素人の方がおるんですけど、中尾さんが、中野さん、中野さんや、中野さん、僕より多分1個か2個ぐらい上の人やと思うんですけど、ごっつかっこええねん。なんか今冬の髪型あるやん、こっちボン、こっちプリってなってるような。俺ら世代やったらフミヤの髪型みたいやって言うて、相手にされへん髪型あるやんか、こうなってな。僕ら年上やで、ほんで顔が高地昇るみたいね、こっちええねん。ほんでその人がね、僕がこう打つ時に、もう自然にね、自然にこう後ろに回ってくれるんよ。僕下手って分かってるから、自然に後ろに回ってくれて、で僕がこうやってバーンって打って、でまあそっち行くじゃないですか。ほんで何も言わないんですよ。ただパーンって打ってから、んってなって、ふっと振り返ったら言うてくれんねん。ごつ感じで人、優しい人で、あ、ひょうどくんさ、今のね、もうちょっとこのテイクバックをね、こうじゃなくてこういったらもうバンジーオッケーみたいなことを言うんですよ。ほんでトーンと言ってほしい、よろしくみたいな。この人大阪生まれ大阪育ちらしいんですけど、22歳から突然標準語になってんて、そんなんある？22の晩、明日起こしてやくわー寝て、よく寝たっていうことあるそんなね、そういう人がまあいてはってん。で、ね、まあ、で、まあ楽しく回らせていただいて、大体9ホール回ったらご飯ね、で、そっからまた9ホール回って終わり、でもゴルフ終わってね、で、ここから聞きたいんだけど、みんなに、みんなに聞きたい。そのね、中野さん来て、終わってから、ひょうどくんさ、番号教えてくんない？みたいな、携帯のね。ほんで、あ、いいですよ、生ナンバーかけろねって言った。ほんなら、僕のが県外やったんですよ、電話が。あ、もうすいません、今県外です。あ、じゃあ、ほんならまたね、あの連絡する、じゃあね、とこでプシャン帰っていかんって。で、俺も一人でバッグ担いでね、ほんで、もう車回してきたら言われたけど、いや、もうそんなんいいんですって、わーって行くんだよね、車でもないからね、で行って、で、乗せて、で、車にね、こうやって乗ったよ。で、おもむろに携帯出したら、もう知らん番号で着信が入ってるのよ、ね。ほんでパッて言ったら留守電が入ってるから、留守電をこう聞いて、ほんなら、どうも中野です、あ、中野ですって入ってるのね。で、今日ほんと楽しかった、ありがとうっていう。この段階ではみんなに聞きたいけど、すぐにかけなあかんよね、電話。こちらこそ番号は言うてるよ、言うてるけど、あ、こちらこそどうもありがとうございましたという電話はしなあかんやんかな。で、それの頭にはあんねん、そういうの。あ、これを聞き終わったらかけようと思ってんけど、聞いとったらね、ほんと楽しかった、ありがとう、はあ、あのね、今度ご飯でもよろしくどうぞって言って、そこまでやねん。その後な、
ネクストタイムバイナウって言って切れてるんですよ。これね、バイナウになんて返事してるのか思わへん。バイナウって何なん、これをまず聞いたい。バイナウって何、間違えてはんのかね、何か俺そう思ったやん、噛んでんのか間違えてる何かが分かれん。ネクストタイムは分かれや、また次の時間っていうことでしょ、どうせバイナウの意味が全く分からない。ほんでこれでね、例えばまた僕はね、まだ駐車場出てんか止まってる状態やんか、そこで俺が電話かけてよ、で、あ、多分まあ車で走ってやるから留守電かなと思ったけど、そこで俺が留守電やで、あの先ほどは、どうもありがとうございました、またご一緒させていただきたいです、よろしくお願いします、それでは失礼しますっていう、そんなんで入れるとバイナウの立場どこ行ってんのってならへん。こっちバイナウやのにみたいな感覚の問題やからな、分からん人は分からへんと思うけど、ほんでこれどないしよう思って、もうとりあえず帰りに車で1時間ぐらいかかるから帰り持って考えて着いてから電話しよう思って、なほんでわーって車出て、うーんって1個目の信号やで、パッて止まって、でほっと見たらだいぶ前に出た中尾さんが横に止まってんねんネクストタイムバリ早い思いながら俺はここ日本車や右ハンドルや、長尾さんは外車や左ハンドルやからネクストタイムバリ近いのよ距離がね。ほんでもうこれは言わなあかん思ってウィーって開けて、ああ言うて、まだ信号赤いから、ああ言うたらパッと気づきはってバーッと開けて、ああ兵藤君ごめんねみたいな感じで、ほんで僕もちょっともう急やったけど僕なりのバイナウ的な感じで、今日本当どうもありがとうございましたみたいな状態になってんねん、あ本当またご一緒したいっすみたいな、ほんで中尾さんはっていいねみたいな感じなんや。でも僕の心の中ではバイナウってなんやねんのがずっと残ってんねん、バイナウはなんやねんと、発音もよく分からへんって、ほんでまたよろしく、あよろしくお願いしますみたいな感じで、ほんで信号がパーンって青になったから思い切ってね、会うてんのか間違えてんのかだけでも僕は確かめたい思って、行く瞬間中尾さん窓を閉めるであろう瞬間に中野さんって言ったらパッて見たから思い切ってバイナウって言うたんですよ。ほな中野さんがブーンって言ったんですよということはバイナウは成立してるんですよ、意味はわからない。あそうやけどあれやんね、最近おしゃれに目覚めたんですよ僕のファッションの神様であるティーアップの長谷川さんに聞きに行ったんですよ。おしゃれなりたいって言っていきなり僕おしゃれなりたいねんって言うたら、そうかお前はアメカジやって言うんですよ。でね、アメカジってイメージが分かれへんねん。僕のアメカジっていうのはスタジャンやねん。スタジャンでここが白で青で B って書いてるスタジャンが僕のアメカジやねん。でもね、僕がスタジャンで今更出てきてるよって言ったところで、な爽やかさもないなぁ思って、アメカジでスタジャンですか、違うと、 B3 っていうジャンバーがあると、知ってる？ B3 ってなんかね、フライングジャケットではないんかな、なんかね、ハゼに曰くここが革、ごっつい革でここにボアついたんねんとね、それがお前似合うと、お前は似合うからそれを着なさいって言われて、あそうですか、ただもう今大体古着でしか売ってないから、ほんで古着でもなかなか売ってないから豆に足運べ言われて、分かりました、豆じゃないからね、あそうか思っとって、ほんでそっから2日後地方に営業行ったの。ほんで時間がだいぶ空いたから街バーって見とったら、たまに地方で欲張りな店ないな、 CD、DVD、ビデオ、トレディなんとかカード、古着、モデルガン言うて何を売りたいんかよう分からんとこあるやんか。で大体入ったらツンっていう匂いするようなとこな。で見に行こう言って見に行ったら、一着だけその古着コーナーに B3 が売ったんねん。なこんなんお導きや思って、わーって行ったらね、持ったらごっつ重たいねん。で裏見たらもう一面ボア、羊の毛らしいねんけど、一回着てみたらもう羊を背負ってるみたいなぐらい重たいのよ。ほんでここもごつ皮やからもうこらえらんねんな。ほんでで長谷に電話して、こうあったと、ほんでどこのやるから裏ここのタグ見てなんとかと書いてます、お前そんなんなかなかないぞとね、お前買いやそれ買いや言うて、いや買い言うても切れんのか言われるから、いや切れるかどうか、まあ切れますけど言うて、チャックが閉まらないのよ。
チャック閉めたらもうね、ここまで閉めたらもう腕が曲がらへんの、ゴワゴワするの。ほんでもう体で行くぐらいの感じなんですね。ほんで戻すみたいなんでこうなんねん、もうもうこっから曲がらへんのよ、ね、ほんでもうね、ハゼにもう一回電話してこうこうこうでもう腕が曲がらないと、ね、これ緊急事態ですよって言うから、ハゼにが、え、買え、なんぼすんねん、3万ぐらいです、こうだええねん、買え、もうもう、まあ、師匠が言うからええわ思てこうって、ほんでそれから2日後ですよ、またティーアップさんと仕事があるからね、羊担いで僕はもう楽屋行ったわけですよ、ね、まだチャック閉めてんかったらまだちょっと動けるのよ、でこんなんですと、でチャック閉めますねって言ってこうやって閉めたんですね、閉めたらこんなんです、もう動けないですって言ったら、それでええねんとね、ハゼニー曰くね、ファッションでなんていうの、見た感じイケてるからって言うんです、ハゼニーは言うてくれる、ファッションでなんか快適さを求めんなとね、ぬくいだとかね、暑いから脱ぐとかじゃないと、若いやつなんかね、言われたわ、そうやわ、寒いのになんか梅津和夫の T シャツみたいなの着て、ほんでなんかジャケット、薄々のジャケット1枚で、ほんでもう裾こんな上げてこうやって歩いてるやつおるやんか、なんかもう8度や言うてんのにみたいなやつね、で若いやつはかっこよさを追求すんねん、先にお前は快適さを先に行くからあかんっちゅうのな、あ、そう言われたらそうやな思って、どうなんでしょう、来ます、ほんでその次の日が東京やったわけですよ、ルミネね、でルミネ行く時もやっぱり東京やからバシッと B3 で決めたらなあかんってね、長い距離ですよ抱えていくのは羊をこっち長いわ、ほんでもう重たいけどね、暖冬やん、汗かきながら行ったんよ、で楽屋で舞台終わってからちょっとこれを着てね、新宿の街うろつこう思ってガー行っとったな、ほんでちょっとこう締めてもええんかな思って、もう曲がるところまで締めたんよね、これが失敗や、締めてわーって歩いてたらやっぱり暖冬やからどんどん汗出てくるのな、ほんでよっしゃ思ってもう取ろう思ったら取れへんのびっくりしたで、取れへんの、あれあれってなって、初めに言うやねん、何言うてんねんだ思いながらな、あんなあんなバカなみたいなってやって取れへんの、おかしいと思って、でもね、そんな新宿の街のど真ん中でこうやって暴れてるおっさん嫌やからちょっとちょっとずれよう思って、なんかね、なんかおしゃれな、ね、店、おしゃれな店のボコンとなったとこあったわ、そこ入って棺みたいなところでずっとこうやっとったよね、取れへんねん、おかしいな思って、よっしゃ思って、あの引っ越しでもせやんか、なんかタンス持ったら一回振ろうというノリない、おっさんのこれ分かれへんのも、一回振ってほんで下げていこうみたいな感じがあるから俺がいつもそんなんあるから、いっぺん上げてみよう思って、上げたんや、上げたら上行きよんねん、よっしゃよっしゃ、ほんでこっから加速つけて下がれへんねん、何遍もしとったらだんだんこの辺まで上がってきて、ここののがこの辺まで上がってきたんや、これはまずいぞと、ほんでこれやばいやばい、汗どんどん出てくるからね、でこうやばいな思って、とりあえず落ち着こう思って、とりあえず、あ、分かった、マクド行こうマクドでもう暑いからアイスコーヒー飲もう思って、でわって行ったんや、ほんだらもう汗びっしょりのおっさんがわって来たから、まあ、向こうは多分やで、ね、引いてはったわ、何しますでもう汗ダクダクなりながらアイスコーヒーって言うたら、はいアイスコーヒーですね、わってなった、ほんならもうね、もうしまもう上に上がってきてるから、もうこっちの言うことがほぼ聞かへんなんだけどな、これ失敗やで、お盆が持たれへんねんから、わかる、こう持たれへんねんで、お金払ってこうやって、財布こうやって入れて、すいませんって2階やから持ってこの状態やな、ほんで階段見えへんから上に上げてこうやってゆっくり上がっていくの、子供のお手伝いですね、お盆のか、偉いごつ偉い人に何かを持っていく人みたいになってますね、でこうやって椅子でこうやって歩いて階段上がった、ほんで行ったらもうテレビで見る女子高生みたいなんかでうわー座ってんねん、どないしようもでもう汗だくやし、でもええわ思って、ほんでとりあえずまた窓際があるわ思って、普通やったら窓際ラッキーやんか、俺ラッキーや思って座ったけど西日でごっつ暑いねんごっつ暑い思って、でとりあえずトイレや思って、とりあえずトイレ行こう思って、また男女兼用やんか、ああいうとこ なそこそうやってん、ほんでまあ入るときは普通やんか、入るとき普通でまたグーってやってたよ、もう体こないなりながらおかしいぞ、まあええわ、でもうしゃあない思って、もうとりあえずもうちょっとコーヒー飲もうでまた戻ってでこう座ってんけど、もうこの辺あのね幅狭いの、隣の席とのここに女子高生が座ってるみたいなもんや、 でここで汗だくのおっさんが脱いだらええやんそれって思われるような格好してんねん、でおかしいぞおかしいぞ思って、でもとりあえず思って、でとりあえずコーヒー飲もう思ってんけど飲まれへん、わかる、曲がれへんねんからシロップもこないして入れてんねん、もう飲む時もこういくの、わかるかな、
こう言っとんねん。で、置いて。で、これもあかんな思って。なんかチラチラ見られてるのは気がする。気がする。多分そうだろう。ね。でもええわええわ思って。とりあえずもう携帯でもこう触りながら気紛らわそう思ってんけど、アホやから B3 のここに入れとって。取れへんねんこれ。もう言うこと聞かへんから。ほんなら、しゃあないからこっちで取ろうとするよね。ほんでこっちでもがいとったら、もうここの女子高生が、ええみたいな感じになってる。そらそやわな、汗だくのさんが来ないなってんねんから。で、取れたからポロポロと落ちよったやん。アホやで落ちたわ。落ちたからこうやってもう、この子すいませんやながら、こう、なんかコロッケがモノマネする野口五郎みたいな動きになって。で、やっと取れたけど、携帯も打たれへんわな。もうこういう状態やから、もうええわ、思って。おかしいぞ、おかしいぞ、思って。で、もっぺんトイレ行こう思って、もう今度本気や、俺もうマジや思って、トイレ行って、もうとりあえず上に上がるかどうかガーってやって、もうええわ、もう俺もうどうなってもええ思って、上まで上げたったやな、よっしゃ思って、思いっきり下げたんぞ思って、ガーガーやっても下がれへん、もういいってなんで、僕ねいいってなって、もう下見たらもうなんていうの、こうなっとかなあかんのがこないなっとったやん、わかる、なんでそうなったみたいなのになって、こないなとって、いいってなって、うーんってやったって、もううーんって、それが失敗や、ブリブリブリって言うてここで止まって、信長や信長その代わりごっつ涼しなったでもここで止まってこんの、あのね、新幹線乗る機会、東京に行く仕事が多なってきて、ありがたいことに行くねんけど、混んでたから3人掛けの窓側やったんですよ。ほんで九州から側からもう人が乗ってきてるわけですよ。ほんでね、バーって行ったら、うわ窓側や、ええやん窓側やんってバーって行ったら、 B と C に夫婦の人が乗ってるのよね。50から60ぐらいの夫婦の人が乗ってはって、真ん中が奥さん、 B 真ん中の施設が、通路がご主人で、あ、すいませんって言うたら、普通僕がいつも言う一番嫌な開け方ね、パラレル開けね、あ、どうも、はいはいはい、はい、こうやられるのが一番嫌やからね、僕ね、言うたよ。ほんなら2人は、下で立って通路出て、あ、どうぞどうぞって言った。で、あ、すいませんありがとうございますって言って、荷物を上に置きたいからパッて見たら、なんちゅうのあれ、満タンなんよ。あれいつも思うけど、関係ないとこのおっさん置いてる時ない？12のここは E と D ですよの上空ですよ言うてんのに、6の C ぐらいのおっさんが置きに来る時あるやんか。こっち腹立つわ、お前関係ないやんみたいなやつ、うわ満タンや思ったら、そのね、ご主人がごっつええ人で、あ、いっぱいでしょ、僕の裏の荷物ここなんですよ、50ぐらいのお父さんやんで、あのこの上乗せてくださいって言って、僕その時スーツ入れ持ってたんや、これ薄っぺらいね、それ取って、いいですからいいですからって乗せてくれたよ、こうやって、で、あ、ありがとうございますって。で、僕その時にこれぐらいのカバンを肩から背負ってたんですよね。で、あ、それもって言ったら、財布とか携帯が入ってるから、それを取ってからにしようと思って、あ、これじゃあ、あの後であのお願いしますって言って、あ、いいですよいつでも行ってくださいって言われて、ほんで僕は入ったわけですよ、その A のこの辺のところにね。ほんでさあ、カバンを取ろうと思ってんけど、なんかテンパってたやん、その人が落ち着けへんやろなと、俺がカバン渡すまでだから早く取らな思ってんけど、これまたボケてんのはね、またその時 B3 来てたんですけどね、 B3 の下に T シャツやったんですよ。家出る時になぜかですよ、 T シャツの上にカバンをかけて、で、B3 を着て出てたんですよね。ほんで普通やったら分かるものの、焦ってるから取ろう思ったんですよ、カバンをね。その時はもうこれはもう封印してますからね、あのチャックはね、分かります、ここに紐が入ってるんですよ。ほんでカバンごっつ重たいの、こう取ろうと思ったらズシンってなったんですよ、分かります、 B3 が邪魔してるから。ほんでね、分かりやすく言ったら、もうね、これ脱げますわ、こうなって僕の頭にかぶさってきたんですよ、ね、ほんであれってなって、意味がわからないんです、急に真っ暗になったから、あれあれあれってなって、ほんでカバンベロンベロンになって、羊が僕の頭に全体重を乗せとるわけですよ、あれあれってなったら、ほんで横でお母さんの声で、お父さん見てお父さん見てってなってるの、ね、
で絶対俺のことやと、景色やない俺のことや思って、あれおかしいってなって、でこれグリングリングリングリになりだして、あれってなって、ほんで横の人が見かねて、おばちゃんがお兄さん何がしたいのって言われて、で僕はその人になんか必死になってるからタメ口で取れへんねんって言ったんですよ。取らへん取らへん言うて、じっとしなさいって言われて、でこのままじっとしたんです、立ったまま。ほんならね、そのいい夫婦が一個ずつ紐解いていってくれたんですよ。ほんでまた戻りました、俺な、戻った。こっち恥ずかしいよ、だって前2列後ろ4列全員笑うてんねんから。でしょ、ごっついやつが暴れとんのに立ったまま。でもね、うわ笑われてる思うねんけど、お前には笑われてない、笑われたくないやつがおるのよ。僕の後ろでドロドロの西武ライオンズの帽子かぶった電波のおっさんがフフフって笑っとんのよ。お前には笑ってほしいないわみたいな。ほんでもうテンパってもうて、ほんまもうおっさんなんてあかんな、テンパってもうて、とりあえず座って、座ってね、脱いでやってないねん。だその状態で恥ずかしいって言うから、今この分かる B3 の下に紐があることが分かってないね。何かがおかしかったんやろ思うだけで、また座ってまたカバンこないなったんや。ほんならまたこれがゆっくりまたこのままガー押してきて、今度は座ったまま暴れてんのよ。ほんなら横の奥さんがね、またお兄さん結局何がしたいのって言われて、分からんって言って、分からん分からんって言って、でまた取ってもうって、そこで分かった、あ、紐が中やで、B3 を脱いで、で、紐を取って、もうこれはものすごい恥かいたと。で、もうとりあえずリクライニング倒して落ち着こう思って、すいません、倒します、たらまた西武のおっさん、まだフフフフって割るぞ。その時だけ俺リクライニングが90度になってくれへんから、こんなんばっかりやな。最近ね、喉の調子悪いね、ほんまに悪い、すぐ声飛ぶのよ。でね、行ったんです耳鼻咽喉科に。ほんなら、ヒョンさんちょっとカメラ入れますって言われたんです、喉に。もうごっつい嫌でね、絵好きやから、もう胃カメラ飲んで病院を大パニックにさせたことあるんですよ。あのね、こうネットこうなんか胃カメラ飲んだことある、飲んだことある人、あれ苦しいな、もうこんなんやねん、なんか塗られんねん、チャチャチャ言って、ほんでもうこの状態ね、ほんでカメラ来んねん、こんなんね、ほんでもう絵好きやから、来たこの辺の段階ですでにうわっ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 言うとんのよ。先生がまだ入れてへんって言うんだけども、ずっとうわっうわっうわっって言って、もう止まれへんねん、もうこれが入る思ったらもうブエッブエッってなって、ほんでグワー入るうわっ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 てなってね、ずっとよ。で持て持て言われて、ほんでみんな看護婦さん俺持って、で俺うわっうわっうわっって言ってお祭りみたいになってんのよ、なんかのね、看護婦さんで揺れてはるわ、でうわっうわっうわっって、ほんでヒョウさんここ入ったら楽よ、ここ行ったらいけるよ、ゴボッと入ってはい楽言われて、もううわっうわっが止まれへんの。楽なんかもしれん、楽なんかもしれん、体的にはでも精神的には入ってる思ったら止まれへん、うわっうわっって、ほんで先生も何か言わなあかん思って、うわっうわっ言うてんのにね、その先生が僕にヒョウさん華麗なる一族見てますから、関係あらへんそんな、うわっうわっって、その見てても飲む関係あれへんから、言われへんから、ほんで気持ち高いですうわーなるわ、うわうわ言うて、楽天どうですかね、知らん知らん楽天、阪神やったら私も楽天どうでもいい、うわうわ言うて、ほんでボコーン抜かれて終わって、今度反対や、動かれへんね、ほんでね、先生が出て行った、看護さんが終わりました兵藤さん言われてんの分かってんねんけど、もう長時間うわうわ言うてるから動かれへん、ほんで、看護さんが、ヒョウさん、ヒョウさん、ヒョウさん言われても分かってんのね、ヒョウさん、先生、ヒョウドウさんがって走っていくのも分かってんの。先生、戻ってきたのも分かってんの。ヒョウさん、ヒョウさん、なんか言わなあかん、なんか言わなあかんって、見てません何を言うから、カレーなるから、もう大丈夫やん、ね、どっか行かない絵好きやねん。
ほんで絵好きやからそれね、まだ胃カメラ飲んでるからええけど耳鼻咽喉科でお祭りしてる場合ちゃうやん。ちびっ子もたくさん来とるわけですから。ほんでええー、思ったら今ちゃうねんな、口から入れんのと鼻から入れよんねん、細いのを。でもね、鼻から入れられてもここに来るから、でも味わったことのない感覚わかる。こっから入れられたらおーえって言えんねんけど、こっから入ってるから違和感があるわけよ。なんかいつも JR で家帰ってんのに阪急で帰ったみたいな感覚やねん、わかる。なんかいつもと違うっていう。ほんで顔もどうリアクション取ってもええか分からへんから。先生のこう心にね光って自分のこうなんかほんまコロッケがその森進一みたいな顔になってんねん。でゴー入っていってんねんね。ほんでね、兵藤さんこれ見てくださいってモニターパン回されて、これが兵藤さんの喉です言われんねん、言われんねんけどさ、どうしてええか分からへんから、うんってなりながら俺モニター触りに行ったやん。先生に触らないって言われて入ってくるねん。びっくりするわ。ほんで終わって、ほんで兵藤さんちょっと喉はまああれですねという話になって、ほんで吸引っていうのあれしてください、あのブワー出てる全員が驚いた顔になるやつあるやん。ね、3人並んで3人いてはったわ、3人ともどっか驚いてはんねん、ああいう顔。驚いてないのに驚いた顔あるやろ。まあ撮ったよ。ほんなら次に入ってきた子供が異常に怖がりの子供やってん、すごいよ。あのね、なんとかくんって言ったらもう外からやめてくださいやめてくださいって言ってポンタみたいな姿勢で動けへんのよ。やめてくださいって言って、ほんで看護婦さんに助けてくださいって助けを求めんの。でその助けを求めた看護婦さんに連れて行かれんのよ。ああ言うて、ああ言うて、もう思いっきり座らされんのよ。ほんで嫌です嫌です、やめてよやめてよ言うてごっつい騒いでんねん。ほんで先生がいやもう怖ないと、鼻をプリッと見るだけや言うてんのに、嫌だ嫌だ嫌だ言うから、僕こうやってパッと見たんよ。見た瞬間お母さんがほら大きい声出すからお兄さん驚いてはるわ言うて驚いてないのよ。別に入れなあかんから驚いてるような、あーって見てた、驚いてはるで言うて、俺が驚いてたら横のおばはんも全員驚いてはるわ、あーなっとんのよ。ほんで、ああ、いや、やめて、やめて、言うて。で、お母さんを抑えて、言うたら、お母さんが子供を羽交い締めにしたよ。ほんで、子供が、裏切ったーママが裏切ったー言うて、ママが裏切ったー言うて。で、言うてる時に先生がプリって見て、はい、終わり言うたら、あっありがとうございました。ほんで、先生がものすごい深いためについて、うぅ、毎回ですね、って言うたら、はい、ことですよ、結婚式というのは。僕もね、周りがよー結婚するんですよ、ほんまにものすごい多いねん今。結婚式大変やからね。僕も前言ったけど、ほんま横につく人おもろいわ。結婚式のずっと横について指示出す人、あれ絶対見たあかんねんで、右右とか言うても絶対見たあかんねん、見たあかんねん。で、分からんからパッと見たらその人が僕に見ないでって言われてめっちゃ怒られた。僕の時はそうやった。でこの前ね、消防士の知り合いの人と結婚式に行ったんですけどね、結婚式で僕大好きですね。なんかもうあるあるネタ満載やんか。で行って楽しいなと思って、で出し物ってあるやん、で出し物してくれって言われて、で何したらええのって言ったら、お願いやねんけど女装してピンクレディーのウォンテッドを歌ってほしいと。これはあかんやろと、連れと二人で芸人として女装寒いやろ言うたら、いや絶対盛り上がるって言うとったけど、でなんでウォンテッドやねんいう話になって、ちょっと地味な方やん歌でも、いや頼むわ、もうまあ結婚のねそういうお願いっていうのはあんま言葉のもあるから、もう一瞬だけやで言うて、やるわやるわ言うて、ほんでもう参加したんですよ。でドキドキしてね、そんなすんの喋る方がマシやねまだ。で出しも始まんのよ、みんな練習してきてんやろな、何ヶ月も前も。もう一人ものすごい湘南の風のあの純麗歌、純恋歌歌ってあった一人、ごつ声小さかってごつかわいそうやわ、あれなんで小さいの声、
ほんでずっとこうしとんねん。何が聞こえんのかな、まだ。ね、ほんで消防士さんの結婚式ですっごい出し物やってんけど、急にパーンと開いて赤灯がぐわー回んねん。で火事だー言うて、その同僚の人がオレンジの服あるやんか、あれ着て本間もんのホース持ってよ、まあ、短いやつだけど持って3人ぐらいが火事だー言うて入ってくんのよ。で火元はどこだ火元はどこだー言うて、ほんでタバコ吸うてる人のとこチューとかやったりすんねん。それだけで笑うやんみんな、わーなってわーでろうそく消そう思ってわー言うても、そこじゃどこだどこだ、ここかここかタバコかキャンドルか違います、どこがどこが火の元だー言うたら、一人がわー高さを走っていって、この二人の愛の炎ですって言う。ほんならホース持った人が、その火は私たちでも消せませんって言うてブワー帰っていくねん。ものすごい大拍手やねん。うわー盛り上がってんのを助走した俺がずっと見てるんだ。次やねん。順番考えてーな。バカン、はい次ですみたいな開けられて、助走しても誰も見てへんねん。さっきの良かったなみたいな話なんて、ほんで満金でワンジェーってもうシーンってなって、もう一曲だけ、一番だけ歌って帰ったわ。あれ順番は考えてもらわなあかんね。ほんでごっつかわいそうやった子がおってね、次それ終わってハンドベルが出てきたの。ハンドベルがで3人出てきて、一人ごっつ泣いてんねん。もう感極まってあるわ思って、俺もごっつそれ見て涙もろいから泣きそうなってた。ほんならリーダーの人ね、女の子3人女の子やで、一人が出てきてね、マイク持って、私たちは3ヶ月前から毎日今日のために練習してきました。一人泣いてる子がフッフッフッってめっちゃでかなってんのよ。俺もグー涙出そう。今日本番で今気づいたんですけど、銅の音のベルを忘れてしまいました。泣いてるやつや、絶対泣いてるやつや。俺も涙プリーン引っ込んで、忘れたあかんってまとめて持って帰ろう、箱に入れて。なんで私は銅とレイ持ってから、あんたミートファーなって、そんな持って帰り方するから、あーあああ思って。でも一生懸命練習したんで、あの銅をこうやりますんで皆さん聞いてください。ほらもう趣旨変わってんねん、もう分かる。新郎新婦に捧げるんじゃないの、空気がもう演奏最後までやってくれみたいな空気になるの、会場が。どうさん頑張れとかいうわけのわからん声飛んで、でまた間悪い、どうから始まる歌や、なんか知らん、泣きながらってやった。プルンプルン、どうものすごい多いで、あれ何の曲かわからへん。リリリン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 、わけわからん。ありがとうございました、あいたもうみんな同満開や、同満開。あれはエグかった、あんなことがあるなんてと思ったの。銅のベル忘れるかみたいな。前回言うたんですけど、ポリープ手術がねあるから痩せなあかんと。でまあビリー隊長のとこ入隊したりとか、ウォーキングしたりで痩せたんですよ。91点なんぼから86まで痩せたんですよ。ほんで当日ね、まあ手術の日ですよ、とりあえず嫁と子供と親戚のおっちゃんがついてきます。ひろかずのおっちゃんよね。ひろかずのおっちゃんはまあ焦りなんです、僕と一緒なんです、焦りなんです。まあ前も言ったけど、ウォシュレットを取り付けてくれた時に出る押しても出えへんねん、圧かかってないから。ほんであれこれ大器潰れてんのか、ウォシュレット出てけへんねん、これあれ押しながら、えってこうやったんや。ブーンなってバーン水顔かかって、ブワーンなって僕の方に向いて、お前がやれってわけのわからんこと言われた。そのおっちゃんがおるわけです。広川のおっちゃん面白いですよ。ほんでなんでついてきてくれるかっていうと、全身麻酔やからね、あの手術終わってからボケてると。ほんでボケすぎてもうなんか意味のわからん行動する人がおるねんて。例えばチューブが入ったら抜こうとしたりとか、なんかガーってベッドからガーってやろうとかする人がおるから、あの身内の方呼んでてくださいと、それ止めてもらわなあかんぐらい。でおっちゃんも来てくれて、ひろかずのおっちゃんね。ほんで、嫁と子供がね。ほんで
小さい病院で入院する施設が個室が4部屋しかないんですよ、ね、で待ってたわけですよ、あのあれに来てね、あのなんかこんなテロンとなったやつ来て待ってたんですよ。ほんなら看護師さんがわーって来て、からから兵藤さんって、はい、で僕1日入院やったから、あのちょっと説明しておきます、あはい、ついていった。ほんならここがおトイレです、あ、わかりました、で進んでいって、これ冷蔵庫ですからね、はい、これあの皆さん共有になってるんで、あの書くときは表ってかなんか書いていただいて、お茶でも何でも入れてください、わかりました、ここ手術室です、はい、カラカラカラ入ってください、はい、あれベッドです、はい、寝てくださいって言われたんですよ。ちょっと待ってと、と言うたんです看護師さんに。あのね、これそう正直言いますよ、全身麻酔やからね、危ないわけですよ。だから僕の手術のイメージで言うとストレッチャーはいるわけですよ。でこう寝ててね、ほんで嫁とおっちゃんがね、だ頑張ってみたいなのがあってね、おっちゃんがいけるやろって、まあわけわからんこと言うて、ほんで僕がね、俺が何かあったらアイネとね楽しく暮らせよと言うて、でおっちゃんがアホなこと言うな言いながら、僕はもうカラカラカラ進んでるわけですよ、これがね。ほんで最後バーって連れて行かれて、戸を閉まる時にこれみたいな感じあるじゃないね。でバッサン、そんな想像してんのに施設の一連で寝てくださいはないでしょ、ね、で一応怖いんですと、全身麻酔やから、だからこれでもし何かあったら嫁と子供のとか顔見たとかわからないですよと、だからちょっとだけいいですかで、手術の時間が詰まってるのでなるべく早くしてくださいって言われて、わかりました行ってきますって言ってバーって戻って、でこいつガラー開けたらおっちゃんが鼻くそ掃除ながら NHK 見てるんですよ。で嫁と子供がいないんですよ、あれ言って、あれ二人言われたら、あ外になセミ見に行った言われて、えなんでセミなん今思って、あそう言って、ほんでおっちゃんが鼻くそ掃除ながら、え今途中って言われて、なんで途中やねん全身マスク抜いて、何の用事があんねん、それ抜いてまで来るって、まあまあええわ言って、ほんで行ってくるわ言って、まあ行って、ほんでそのベッドにね寝るわけですよ、ね、寝て、ほんなら嬉しかったね、こっちの看護師さんがおしゃべり大好きいつも見てますあ、そうですか、なんでここ来はったんいや、わからないです、まあまああって、ほんでこっちから、あの麻酔の先生ってほんま雰囲気あるね、なんかもうむっちゃ綺麗、氷の美少みたいな感じ、痩せましたねって言われて、はい86にしましたって言う、うん、89でよかったのにって今まで我慢したもんが、もういろんな走馬灯のようにそっちが巡っていくわけですよ、おにぎりがふわーんってなったりとかね、唐揚げくんがふわーんなったりとかね、ほんで麻酔しますんで、ほんだら奥の看護師さんが氷山リラックスするためにちょっと曲かけますねってバーンってやられたんが騎士団のワンナイトカーニバルなんで思ってね、俺んとこ来ないかいダーンみたいなの始まってるわけです、ですいませんすいませんと、あこの曲はいいですわってね、なんか嫌でしょ、その僕は意識なくなってその曲がずっと流れとった、先生がその曲のリズムでやられたら嫌でしょフフーって言うて、これは嫌ですとちょっと待ってくださいと、もうちょっとゆっくりした曲で、わかりましたあるかなとか言って探してくれはって、ほんでもう全身麻酔したことある人おる、あやっぱりあ2人だけ、あれほんまにかかるな、びっくりしたわ、もう寝てカパッてはめられて、兵藤さん30数えると兵藤さんは記憶なくなりますよみたいなこと言われて、だはいはい、ほんまになくなんのかなっていうね、自分はかかんのかなっていう気持ちがあってね、でパカってなって、はい数えますよ1、2、3、ほんまにかかんのかなと思ったら、うっすらねキロロの長い夜が流れてきたんですよで僕はなんでキロロやねんぐーんってなったんですよ死んでないっすよ、死んでないけど万が一のことあったら、僕頑張った37年間を最後なんでキロロやねんやったんかと思うとね、ほんで
僕はもう意識が続いてるわけですから、なんでキロロやねんってなったらもう病室のベッドで寝てるんですよ。ええー、思って、ほんでももうね、えってなって、でこうやっててね、パッて目開けたらもやがかかっててね、白い象がこっち見とるんですよ。幻覚かな思ったら、娘のおむつがね、お尻がここやのす全身麻酔かかってる段階でおむつ一丁の娘ここのすぼーっとしててね、白いなぁ思ったら青いね象が浮き上がってくるんですよ。パンパ君が浮き上がってくるわけですよ。ええと思って、あ娘か、なんでやねんっていう元気ないんですよ。あそうかってなって、もうボーっとしてるんですよ。ほんでトイレ行きたかったんですよ。でもうここから喋れないですからね。でおっちゃんにねでやったんですよ。ほんならおっちゃんがどこ行くんか遊びに行くわけないやん、トイレぐらいやん。ほんで、って言ったら、お待っとけで、こう座れ座れ座れやってくれるんです。座らされて、ほんで嫁がこうやってくれたから立って、おっちゃんがよし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 、これ履けやって、履こう思ったらピカチュウの絵描いたんだ子供用のサンダルなんだ。もう突っ込む元気ないねん、もうなんでやねん思ってね。ってやったらおっちゃんがしんどいんか痛いんか先生呼ぶかって言うけど、僕はここは痛くないんです、ここは痛いんです、足こないなっとるわけですから痛い痛い、ここに痛い主人ってやったらおっちゃんが子供やるんか、自分が持ってきてんねん子供やないかって変えてくれんのかな、また足持って入れ出すんねんそれでトイレ行ったのかそっから喋られへんのよ1週間8日ぐらい喋られへんのはつらいよ。ホワイトボードに書いててん、ずっと。で手術後初めて相方と会った時に「大丈夫な?」って言うから「大丈夫」って書いたら相方が消して「よかったな」って書いてお前は喋れやなんでお前が筆談をする意味があるの、ね、ホワイトボードってね、あの初めて会ったけどほんまイラつくねん。だから会話やんか、だから友達とかと喋って会話やから遅かったらあかん思うから会話のテンポにより近く書こうと思うんですよ。だから連れとかに「あの手術どうやった?」って言って、で僕がね、全身麻酔やったから、ね、あの気がついたらって書いたらその辺で「終わってたんや」って言われるんですよ。うんって分かります消化できてないの俺の中でってなってティッシュでこう拭くわけですよ。ほんでやっぱり仕事休んだら暇やろって言うから「でもな」って書いて「子供とな」って遊んでんねや、うんってなって。全部いいよね、最後これがものすごい腹立つよ、うーんってなんねん。だからホワイトボードないわ、次ジェスチャーやと思って、ジェスチャーホワイトボードにジェスチャーの俺は伝えられるはずやと思って僕の可能性を信じたんですよ。だから一個も伝われへんのよこれローソンの店員さんに一個も通用せんかったけども行ってはぁ、言う僕の中ではアメリカンドッグなんですよ、ね、アメリカ人で犬みたいな、みたいな。一個も通じへん、難しいジェスチャーって。ほんでね、嫁がね腹立ってね、これは本当に申し訳ないですよ、これまあ結婚なされてる方もいらっしゃると思う、奥さんというね立場の方もいらっしゃるから何言うてんねん兵道みたいなこと言われると思うんですけど、ほとんど家おるわけですよね、ほとんどね。もう嫁と子供でしょ。ほんで、なんていうんですかね、表たまに出ていくんですけど僕は喋れないんですよ。ほんで子供抱いて、あいねね抱いて行くわけですけど僕喋られへんからずっとこうやって歩いてるんですよ。ほんで子供も空気読んでものすごい顔にして歩くんですよ。なんか骨粘狼みたいになってるんですよ、ね、でこれもあんま行ってもしゃあないし思って家でよってね。
でジェスチャーするわけですよね、嫁に。でジェスチャーだけやったらもうあかんと思ったから、あの空に字書くとかにもう入れようと、ミックスして伝えよう思ってね、この嫁がね、ええとこまで当てようね、すぐにね。ほんでここ分かったらここ分かるやろっていうのが、はってさ、だから車の鍵って言いたかったね。ほんでこうやったら車もう鍵やろ。こうやったら車、えっ、パチンコ、なんで意味わからんけど、車パチンコってないの、こんな激しくやるかお前、たまこないなるわほうって言いたいけど言われへん。違うやんと。でチャラタツンが、わかります、嫁がすごいんが、まずいきますよ、これ言いたかったんですよ、わからないでしょ、わかります、わからないでしょ、嫁に会ったんですよ、ツタヤって言ったんですよ、正解。これ嫁すごいですよ、ツタヤのマークを僕は表したわけです。嫁がツタヤって言ったんですよ。このクオリティは高いですよ、嫁のね。でね、それが分かんねんで、それが分かんのに、その後にわかる？わかる？もう DVD しかないでしょ。でしょ？ってやったら、ね、こちら。何の話やねん。スタイはこちらってないねん。違うわ。で、いいってなって、違うやんって言われへんからね。怒んねんけど、間抜けやねん。怒り方が声でえへんから。ってやったら、ゴリラって言われて、違う。それは、それはジェスチャーじゃない。それはジェスチャーじゃない。怒ってるだけなんだよ。余計うんってなるから、ゴリラゴリラゴリラって連発されて、嫁に悪いことしてますよ、常にこれもう8日間これやからね、嫁も嫌やと思うわ、ただこっちも伝われへんからイラつくから、うんうんってなる、なったらゴリラ言われる、何もできへんわ思ってね。ほんでもう腹立つから、もうとりあえず壁ガーンとかやってしまうわけですよ、これ申し訳ない、ガーンってやると嫁はむっちゃへこむわけですよね。ごめんなさいって言って違うとこ行くわけですよ。でもこれは僕はもう悪いなと思って、嫁のとこ行ってね、トントンってやって、えもう書こう思って、さあってすってきはさっきはってって言ったら、嫁がごちそうさまでしたって何食べてもうええわ、そんなんが8日続くわけです。で初めて喋るときね、何を喋ろうかってなるわけですよ、8日間喋ってないわけですから、何を喋ろうと。で僕はもう明日ね、だから火焼けた時に朝起きたら喋り出すって言ってたんで、何を言おうかなと思ったら、やっぱ嫁のお礼やろうとね、今までありがとうございましたと、ご迷惑かけましたって言おう思ってた、言わさへんかったね神様は。それを言う前の日の夜ですよ、網戸開けてね、暑いからずっと網戸のところから外見てたんだね、急にね電気の傘でねブルルルって言おったんですよ。ふわって見たら、見たことないぐらいでっかい黒い虫が入ってきたんやろね、傘の中でブルルルルってなったんです。来んなやと、ええ思って、僕虫大嫌いやからね、ほんま嫌いなんや、もう気持ち悪いねん、うわってなるねん。とりあえずその部屋の横の部屋で子供が寝てるから、子供の部屋に行かせたらもうえらいことになると。でもそっちを回していって、どうしてもやったね。ほんで次はこれを報告しなあかんと、虫が来たと。ほんで嫁はほら入ってたから、うわーって言ってカラカラカラって開けて、嫁にまだ喋られへんから
次の嫁が西の空にって言うからもうええわってバーン閉めて何か思ってブルーいのが止まったんや。ええ思ったら電気の傘の外に出てきて、これはいかなあかんわ思って、子供を守る一心ですよ。もう新聞紙丸めて、よっしゃよっしゃよっしゃ思って剣道やったことないのに虫に向かってお前それが第一声です。でそうです。で最近ね、だいぶ前やけどアイネがベビースイミングに通ってるんですよ。でベビースイミング言うたって知れてるんですよ。僕は何回かこう見学に行ったんですけど、それはドボン水の中入れてる子もおんねんけど、うちの子はアイネはまだ嫁の意向で入れないとね。ただこうやって持ってなんかわーわーわーってやったり 1,2,3 とかやって、でボールがバーって出たらキャー言うて取りに行くとか、ベビースイミングやっとるんですよ。ほんでね、いつも嫁が入れてるんですけど、たまたま僕休みやって、たまには入れてえなって言うんですよ。お父さん入れてる人いてはるよって、思って行こうか言って行ったんですよ。で一応水着と、で僕ね体力ないから1時間あんねん、僕何でもこんなんしとったら俺無理ちゃうか思って、嫁も一応水着を持って行くかと。でしんどなったら変わってっつって、それでも行けるんかどうか聞いて言ったら行けるって言うから、ほんなら俺入れるわと。でバーって行って、で着いて、で男用の更衣室、女用の更衣室があるんですよね。で僕はこっち行くわけですよ。はい、こっちは子供をね水着に着替えさせなあかんから嫁は入ってるわけですよ。で僕はこっちでバーって着替えようかなと思ってたら、まあタバコ吸いに行こうって、いっぱいバーって出て行ってタバコ吸うって、で帰ってたらキャッキャッキャッ騒いでんねん女の人の方の更衣室が。で壁違うのよね、これぐらいのロッカーがブワーってあって、ロッカーが壁みたいになってて上は筒抜けなんですよね。でワンフロアをロッカーで分けてるみたいな感じで、声がバンバン聞こえてくるんですけど、昔にね、だ嫁はその言うたらその水泳教室の友達がおるでしょ、お母さんのね。でそのお母さんらとその旦那にあだ名をつけてるっていうのを聞いたことがあるんですよ。例えばさだまさしに出たらまさしとか、あとちょっと神経質そうな人が眼鏡かけとったら区役所とか、そんな名前をつけてるんだよね。で俺はって昔聞いた時にあんたないなって言われてたんですけど、着替えてたらね、あるお母さんが、アイネちゃん今日はお母さんと違うの？言うて、で嫁がそやねん、今日はマウンテンが入れんねん。マウンテン、マウンテンっていうのは僕の中で2つぐらいしかないんですよね。山もマウンテンって言うじゃないですか、山のように大きい旦那さんということなの。もう一つはマウンテンゴリラがある。まあこれはまだ突き止めんとこ、ぐーなりながら水着着替えてプールまでに行くこう道のりで嫁と合流して、嫁はまだ水着じゃないですからね、子供を抱くんですけど、僕そういう時ものすごいやらしいんですよ。で子供がさ、子供と嫁がさっきおってね、僕が出て行ったら、はい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 来たよとか言って、で俺が、あーはいはいね、こっちおいで、今日はママと違うよ、今日はマウンテンが入れるからって。嫁カチーンちゃうねんってわけのわからんこと言うて、マウンテンが今日は入れますよ、ウコウコ入れますよ。嫁がちゃうねんちゃうねん、もうええわ言うて、もう分かった分かっ た。で時間ですってで行くんですね。でお母さんもうほとんどもうお母さんが入れてはるんです。お父さんも入れていいんですよ。で行く時にみんなわーって行きはって、俺最後の方やったよね、子供抱いて行こう思ったら、嫁に帽子はって言われたんですよ。でえないよ、いや帽子かぶらんと入られへんで大人は、ええやろ、もう別に丸坊主やねんから、あかんってあかんって入られへんって、とか
え、もうええやん、時間ないからもうこれでええやろ、入れてくれへんって、帽子なんか持ってきてへんがな、こうやってきてくれ、いやちょっと待って、とりあえず私のかぶっといてって言われて持ってきたんがものすごくちっちゃいんですよ。ガーかぶったらずっとこういう状態やんね、これでええんか言ったら、とりあえずって呼んで、ものすごい笑いを我慢してるマウンテンやわこれやわみたいなで、僕待ちなんですよね、そのプールが。でギャーってお母さんが騒いではったのを、すいませんって言って、このいうおっさんがアイネを連れてこう行くわけですよ。チンってなって、でベビーって言うてもね、ベビーのお姉ちゃんとかが遊んでるんですよね。子供は正直ですよね、お母さんあの人なんとかって聞こえたんですよでもこれがないと入られへん、顔真っ赤っかですよ僕、子供抱いて。ほんで先生おるんですよ、ちょっと年のいったおばあさんみたいな先生がじっとこっち見てるんですよ。ふざけてんのかお前みたいな感じで僕は至って真面目になった結果がこれなんですよね。ふざけてはいないと。でプールサイドにね、こう子供を乗せて座るわけですよ。ほんならプールってここまであるんですよ、やれんけど、プール台に座ったらこうガチっていうこういう台みたいなのがあるんですね。ほんで要するにここに足乗して、プー、ここがプールで水面ですよ、こういう状態で座ってるんですよ。でまだそう下があるんですけど、台や思ってたわけですね僕は、これは固定されている。ほんでもう僕来ないなった状態で恥ずかしいとかがあるから、もうわーってなってて、先生がじゃあ皆さんプール入りましょうって言って立ち上がったんですけど、台じゃなくて後から見たらこれぐらいのベンチがずっと置いてて、ベンチ重ねてるだけなんですよね。あんまり安定感はないわけですよ、グラグラなんですよ。知らんと、もう恥ずかしいから早プール入りたい思ってバンって立ったら、これがグランってなって横の僕のここの1人2人入ってる奥さんがキャーって言うたんですよ。その瞬間僕こっからアイネ連れてプールの中ドボーン入った。初めて顔つけましたアイネが。うわーなって、むちゃくちゃ怖いから、うわーってなったら先生がまだやって言うんですよ。で僕が来ないなんて、すいませんすいませんすいませんって言うんですよ。お母さん全下向いてるみたいな、すいませんすいません、入ってくださいって入った。ほんでじゃあちょっと皆さんね、ちょっと来てください、あの遊びじゃないんでねみたいな、絶対俺のことしかないわけです一応授業なんでね、真面目にしないとって、僕のこと絶対言うてんのにね、アイネがずっとこうやってきよったんですよ、また痛っ痛っとは言わないでしょ、そこでずっと触ってってやってたら、ひょうとさん聞いてますか、はい聞いてます、うん、ずっとこれよ、これはずっと覚えておいてね、はい聞いてますって、はい、でさあそれでは行きます。子供をね、もうびしょびしょになってません、ああいうのも子供抱いて後ろ向けにこうやって揺らすんですよ。ああいうのだいたいこの辺で頭が手届きません、ずっと僕の顔僕パッパッパッって避けてたわけですよ。ほな先生にしたらおちょけてると思ったんですよ、ね、真面目にって言われて、はいすいません。で次は1,2の3って上げるときにまた鼻ギューッやって、いたって言ったら、もう先生がブチン切れたんやろね、これやわこれやわこれやわ痛いわわーなって、ひょうさんちょっと、はい何ですかはい真面目にやってますか、至って真面目ですけどものすごい腹立つんやろね、こういう目で喋られたら、至って真面目ですけども、あのね遊びやないんですね、授業なのです、重々分かっておりますちゃんとしないとアイネちゃんがかわいそうです、はいすいませんね、アイネちゃんって言ったら先生の鼻ギャーンって先生痛いって言って鼻玉かもってグーやったら先生離れへんからこうやってついてきたんですこの前全然関係ないんだけど、違う話していいですか、だいぶ前やねんけど、ステラおばさんのクッキーってある、
リクローおじさんのチーズケーキっていうのあるでしょ。ネーミングでしょ。美味しく見せよう思ってね。この前寿司屋の前ね行ったら、おじいちゃんのお稲荷さんって書いてある。複雑じゃん。二個って書いてある。いやええねんで、だからおじいちゃんが作ったお稲荷さんで美味しいんやと思うねんけども、おじいちゃんのお稲荷さんって言ったら食べるときシュワシュワのね、口に入れるときにちょっとね、そこはおばあちゃんでええやんよない？もうそれはおばあちゃんでええやんというなあ。ちょっとまた変わっていい話、ボケてるわ。前もなんかイベントで言うたかな、ツタヤで行くときにヘルメットかぶったまま行って、で出てきて後輩とメットイン見たらヘルメットないんですよ。かぶってるからね、そういうのないっていう事件があったんですけど、この前すさまじい事件があったんですけど、名古屋仕事でね、朝ギリギリになって思って単車飛ばしたんです新大阪まで。ほんでね、止めて、僕のいつものリズムあるんですよ。止めて開けて荷物出してヘッチン入れて帽子かぶって閉めていくっていうリズムがあるんですけど、その時焦ってて開けて荷物出しての時にプップってなんかなった時、パッと見てしまったんですよ。だからこのリズムが大幅に狂ってしまったんですね。でわあいかなまでペッペッペッってやって、もう新大阪に向かったんです。ヘルメットかぶったままで、ね、でもう気づかへんわ。でそのまま会社のお母さんに向けてわー言うて26番の乗って、でわー言うてよかった間に合ったー思って、ほんでタバコを吸うてるんですよね。なら今日はよう顔さすなーと。もう新大阪入った段階でめっちゃ見よるなみたいなね。これやばいなと、ね、で周りの人はヘルメットかぶったおっさんがタバコ吸うてる。こいつどんだけ新幹線信用してへんねんみたいな感覚ですやん。僕は普通に吸うてるわけですよ。でほんでこれやばいな、これちょっと売れてきたなみたいな感覚で帽子深めにかぶろう思って、こうやったらツバがないんですよってなって、コンコンコンってなって肩は思ったんですよ。ほんならその段階でここの紐とかがこう感触が出てくるわけですよね。ヘルメットやん。でここで脱いだらね、周りの人にアホやと焦ったんやなみたいな感じがあるから、今は脱いだらあかん、タイミングがいる、タイミングが。で今や思たんが新幹線がホームに入ってきて、新幹線乗る前にヘルメット取って一礼してそのまま入ってきた。怖い体験してね、この前。怖い話していいですか。僕ほんまビビりなんですけど、あのよう怖いテレビやってるでしょ。車乗ってたらバックミラー見たら後部座席に女座ってるとか、ドアミラー見たらなんか老婆が見てるとか、あんな見て僕めっちゃ怖がりなんで、むっちゃビビるんですよ車乗んの夜とか。ほんでびっくりしたな。だから料金所とか怖いね。あの昼間は料金取んのに番取れへんとことかあるんですよ。だから真っ暗けの料金所の横を通っていくんですよね。あれが怖いのや。なんかおっさんとかこうやって見てたらどうしようとか思って、若干ちょっと目つぶっていくんですけど、それが車乗るの怖い、ね、ほんならこの前そのさっき言ったタクシマとかとね、うちで嫁実家に帰ってたん子供を。だから一人暮らしのね独身の連れんとこね一人暮らししてんねん、そこ行こう言ってみんな久しぶりに夜集まろう言って集まってん。ほんでねお腹減ったな夜中やで、これもお好みパーティーしようかいう話になって、ほんでちょっと車で行ったら24時間のちっちゃいスーパーあるわ、ほんで行こうか行ったんですよ。で車に何分けて食料班と、酒班、ね、全員で5人寄って1台2、1台2でそいつは家で待機わーって行って、で俺は食料班わーって行った、ね、ほんで何かしらがついてきよるわけですよお酒班も。でそこのスーパーで買うんかなと思ったら、いや何かついてきた、
で酒もここで買えや言うたら、ここは種類ないし高いからもうちょっと行ったらあるからそこで買うわ、まあとりあえず食料買おう、食料ぶわーこうだ結構いっぱいになるわけですよ。でこう出たら一人が寒気するわとか急に言い出すわけですよね。で何やねんそれお前、しょうもないこと言うなよお前、風やろってそう寒気するわちょっと風ちゃう思うわで、まあそれこうって車に乗った時に、ほな次酒行こうかって酒買いに行こうかっていう話になった時に、僕はいやもうそんなんやったら俺は一人でもうそのこの食材持って帰って下ろしとくわと連れと、ほんで用意しとったらお前ら酒重たいんか知らん、どんだけ箱知らんけど3人で行ってこいやと、ほんでいや帰ってきたらちょっとぐらいはこっちがねスムーズに進んでるから早く食えるやんの話になって、ほんな俺この車なまあその友達の車やけどこれ借りて俺運転して行くから分かったら荷物乗せてね、ほんでほんならな言うて僕はゆっくり車出て行ったわけですよ。ほんでこっちは幹線道路なんですよ、ものすごいでっかいね。でこっちがね堤防沿いなんですよ、薄暗いで一方通行なんですね、こっちにだから来るときはこっちから来たわけですよ。で帰りはこっちから暗い道通った方が早いのよ、だから何の気なしにまあこっちでええか思ってわーってそっちに入ってしまったんですよ。でブーンと走っとったら車から急にねドンドンドンって音すんねん。で初めなんか踏んだかと思ったんだけど走りには影響がないんですよ。でドンドンドン、もうあかんやんそんなん知らんやん、ドアミラーにマヨネーズ入ったビニールかけられてることなんか俺は知らんやんドン知らんやん、もっぺん言うよ知らんやん、ドン、うわ絶対子供の手形やとね、子供がやってる、わーすーん速度ね、誰も車をほとんど走ってへんか、糸もついてへんとこバーン飛ばしたらドン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 言うの飛ばしたら触れんのも早なるわねドンドンドン、うわーってなってもて、もうミラーも何も見えへん状態、見られへん怖くて、うわードンドンドン、うわー待ってキー、ドンって言うあの震えてもて、もうこっち真っ暗や、こっち団地や、街灯もほとんどついてはぁってなってなんやまずマヨネーズ言うてるわけですよもう震えてほんで携帯出してその連れにもうボタンも押されへんねん、もうもしもし俺やどないしてん、子供の子供や、子供が確定してんのにね子供の手や思うねん、引いたんかい、違う違う、あのな走ってたらな車から音すんねん、見ろやお前、いやいやなんか引いたんちゃうんかい、わからん、見ろってお前、いやいや怖い、どこおんねん、わからん、見ろ、こうじゃ出して見ろ、え、もう震えながら開けてこうなってるんですよ、ものすごく可愛いキューピーが向こうにおられるでもういや怖い怖い、もう動かへんの足がビビりすぎて、お前ないかんかい、もし引いてたらえらいこってやぞお前、見んかい、気合いないかボケ言われて、うんうんはぁ見たらビニールやもう何されても怖い状態になってるから出たー言うた瞬間団地の方から邪魔しんはぁ マヨネーズであんだけ怖がれるやつもらへん、素人の連れとラーメン食べに行ったんですけど、昼時ものすごい忙しいねん、で食券買ってね並んでたんですよ、ほんだらもうテンパってる店員さんっておらへん、お前が忙ししてんねんでこの店よっていう人 いるでしょ、なんか水ガーってやーってバーンなったりとか、お前が忙ししてるでっていう人なんかおっちょこちょいないな、あの人並んでる人端からね食券確認しますって言って食券を確認すんの、でボタン入れて多分先にも向こうに全部送っとんねやろな、ほんでこう席が空いたらその人行ったらもう、もうお願いしてるからその分が来るみたいな、スピーディーにしたいんでしょうね、いやーやりながらね、はいオッケーです、あの席バラバラになりますよ、席バラバラになりますよ、席バラバラになりますよ言ってずっと来よって、で俺がここおって連れがおってここにお母さんとベビーカーを持ってるもう大体わかるやん席バラバラになりますよ、席バラその人にも席バラバラになりますよって、ね、バラバラになったら
この子だけ来たとこのおっさんものすごく緊張するわここまでテンパってんねんほんでバーッと待ってたら次来たんが中国人のおっちゃん3人組観光客なんですね。写真カメラのぶら下げてでこうなんかほんとしゃべってんのよ。でものすごい細い人とデブの人と普通の人っていうものすごいアニメに出てきそうな3人組なのよね。で販売機の前で揉めてんねん。分からんねんよな。でグン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 グああ、全員で僕の前を通り過ぎて、確認します。ぜひバラバラなやつよって言ってるんですけど、ああ言ってバラバラな、でまあ中国の人やって分かったんやろね。もうバラバラ、まあ、後で言います。これはダメ。めっちゃ笑い我慢してるんです僕は。これはダメ。帰れない。元がない。汁がないって言ってる。中国の人はみんなこのようになってはるんですよ。これだけではダメ。出せれない。ね。でも僕はもう鼻爆発してるんですけどもう見てるわけですよ、ね、ほんならそのリーダーがうんってなってって言ってこうまたやってはるんですよ。リーダーがほんでうんって渡したらその人がだから2枚ずつあっても仕方ない替え玉を2枚ずつ渡してはるんですよね。これねだから2枚あっても元がないスープがないで僕はそのリーダーの人のね後頭部にね3枚目いけ3枚目いけ3枚目いけってこう念じてたわけですよ。いけいけ通じるもんやねリーダーがうんまた行ったもうあかんもう爆発する鼻爆発するよでまたリーダー戻ってきてうん3枚目来たと思ったらその店員さん今おにぎりは関係ないおにぎりは関係ないおにぎりだけになるよもろかったなあれまた僕が中国人のお父さんとお話していいですか最高に俺は嬉しかったんけどハワイ行った時にホテルのプールのとこあってね行ったら近所その横にねトランポリンができる施設があるんですよ、ね、でそこ行こうか言ってその行った人みんなわーって行った時にずーっと中国人のお父さんが飛んでんねんガー言うて独り占めやぶわー飛んであんねんむっちゃ飛んでるやん言うてでもねよう見たらねこうそのお父さん飛ぶね飛んでこう一番飛んだ時に手を絶対上にこう上げてはんのよねで何のポーズやねんと言うててもうわーすごいな何のポーズやって見てたらトランポリンの施設の横に木があるのよねで木がこう枝がこう出てるわけですよトランポリンの上にねそこに向かって手を上げてんねんなんかね何やろ届きたいんかなって見たらその枝のとこに銀縁のメガネが最高やったわほんでいつどこでやねんいう話だったらずっと見てた日本人のお兄ちゃんに話聞いたんですけどおっちゃんが初めこれ乗って飛んでたんですってこうやってこれビョンビョン飛び出してほんで外人さんとかものすごい煽るやんかわーおーって言うてほんでメガネが飛んだからお父さんこうメガネ持ちながら飛んではってんてほんで外人がおーウェーウェーって言ったらお父さんもまあ多分その人もおっちょこちょいの調子乗りなんやろねわー飛びながらその声援に応えた瞬間に今日一番のジャンプが出たらしいピョーンと言ってその当たったんやて枝にほんでわーってなって手離れてメガネやそっから5分間飛び続けてんねんね、教えるのは簡単よ一回降りて棒持って飛んでやったらっていうのは簡単やけどええやんかとやりたいんだから見とこうよ見とったほんならもう外人さんってすごいよね人のことやのにカモンカモンカモン言うてるやつがおるしもうなんかもう歌でガーガー言うてる外人もおるわよすごいな思ってほんならもうガン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 飛んでたら手が当たってその枝の手前に揺れてメガネがパーン落ちた瞬間や落ちてきて外人イエーイ言うてるし関係ないカップル抱き合って喜んでるんだすごいな外人って関係ないおっさんのメガネが落ちてるだけで抱き合いよんねんわーおかーん
ー言うて、でおっさんもわーお言うて、中国のおっちゃんやわー言うて、メガネ取ろう思うねんけど急に止まられへんやんか、トランポリンメガネ落ちてメガネも弾みよんか、おっさんもなってて、ほんでわーなって、でやっと落ち着いてメガネ取った、ほんなら周りの外人さんがわーお言うて言うのよ。で、おっさんほんま調子乗りなよ、おっちょこちょいで、でこう手上げながら歩くのよ、トランポリンの上をね。トランポリンって飛ぶとこのところに横に穴開いたでしょ、危ちゃうか、あーでズボーンなって、そのまま前のめりになって、首グネーなりながら地面にボコーン落ちたよ。ほんなキャー言ってたんがキャーって、悲鳴がかかって、みんな見に行ったらおっさんが首グネーなりながらメガネを高らかに上げてたよ。あのエベスさん行きました、エベスさん行った人、あ少ないなあ、エベスさん行きました。僕3年前からエベスさんに行き出したんですよ。でね、東京でエベスさんってないんですよね、文化が。大阪が関西だけみたいですよね、エベスさんというあてないみたいですよ。一回ね、今年の頭ぐらいに東京の人にエベスさん行くんですかって、何エベスさんってって言われてちょっと発音が違うなみたいなベネッセみたいな感じで僕の中でね、それはベネッセの発音みたいな、エベスさんってって言われて、知りません、商売繁盛って笹持ってこい、なんで笹持っていくの言われていや、そこ言われたらもう話ならんわみたいな感じになったんですけど、3年前にね、こうふらーっと歩いとったんですよ、地元をね、やることもなくぼーっと夜ね、ほんならなんか賑やかそうやなって思ってね、神社で、あ、行ってみよう思って、わーって行ったんですよ。ほんならエベスさんをやってたんですよ。それまで行ったことがなかって、あ、こういう文化があんねや思って、んでまあとりあえず身を見よう見まねでなんかチャレンチャラーンとかになって、今一人でやって、でわーって見たらなんかみんなこうって書いてあるんですよね。で、なんなんかなと思ってたら、まあそれを家に1年間飾っとったら福が来るっていう感じでやってるみたいなのが大体聞いてて分かって、ほんで一番安いのでええわ思って、でパッて見たらね、3000円なんですよ、そこはね、3000円でごっついでかい笹なんですよね。1年間家に置いとかなあかんでしょ、絶対カスカスになってきてボロボロ落ちてくるようなイメージがあって、僕そういうのダメなんですよ。あの靴下とかね、ずーっと履きっぱなしで20日ぐらい過ごせるけども、笹はあかんみたいな神経質分かる、分けるとそういうのはええけど笹的なのは嫌みたいなんで、いや どないしようかなー思って、次パッと見たらあの七福神がね、ものすごく顔に割れてる船があってね、ビニールで飾ったらね、大きいもんやんで、これ5000円やねんな。でどないしようかな思ってね、フラッと行ってで、初めてやからなんか何でもええわ思って、3000円ぐらいやったら分かるけど5000円までってちょっとパワーいらないですか、5000円使うんかみたいな、まあ、その5000円買って別になんか押したらね、弁天さんがグッドモーニングとかそんな用語もないんですよ歌い出すとかもないしね、銭湯に置いてわー走り出すこともないわけですから、ただの置物に5000円ですよ言うたら、でどないしようかなどないしようかなと思って、3000円でもなささがなと思ってた。ほんならやっぱカネさんは言ってるんですよね、こんなんあんま言うたらあかんのかな、横の横でね、あのごっつ歯抜けたね、ジャージの色違うわ、緑と群青色みたいなジャージとスーツ着て革靴やったわほんで木綿豆腐のねパックを、もうむき出しでもパックのまま持って、3000円くれ3000円言うとるわけですよね、ささくれ言うてね、でわし毎年買うてんねん言うた時に5000円にしよう思ったんですよ、なぜかねその下が悪いわけじゃないんですけど、あ、毎年買うてんねや思って3000円をねガー抜けてはるし上下ちゃうしね、あ、ほんなら俺は5000円思って、その人が背中を押してくれたわけですよで僕5000円で言って、いやほんますごい人ですよ、だってねその人は3000円買うてもうバサバサ言わしながら帰っていきはるわけですよね、僕はこうってなんかうろうろして出てきたら、毎日狭いんですよ、ごつ狭いんですけど、パーって出た後ろからものすごい車のバーンって音がして、ほんま狭いからね危ないよ思ってわーってなったんですけど、全然進んでこないんですよ、音だけすごくて
10キロぐらいしか出れない車なんですよね。でご自身いつ逃げたらええねんみたいな感覚になって、全然進んでけえへんやん思ったら、さっきの歯抜けの人やったわ。ガーン乗ったはんねん運転席見たら。ほんで後ろ見たら、後ろから後ろの後部座席から笹重きしてたんのよ。閉めてそのまま走っていくから、多分着いたら笹なくなってる思うわ行ったんの。その時は5000円でよかったと思ってね。ほんで5000円を買ったね。ほんで家にね置いてた。ええ年でね、まあたまたまやで、たまたまや思うけど、結婚できたしね、仕事もまあ上向きになってきたと、うんうんうん、でこれはええなっていうのが3年前。でこれちょっと置いといてもらっていいですか、話全然違う話今からしますから、これ1個置いといてください。でこっちからまた持ってきます。これ忘れんといてくださいね。涼炭っていうお皿何人がおるわけですよ。あの大概僕のテンションを下げていってくれる、運気を下げていってくれる幼なじみなんですね。ええやつですよ。ええやつやがずっと付き合いも続いてるわけですけども、本当にね運気を下げてくれるわけですよ。テンション下げてくれる。喫茶店やってるんですけど、まあ一回行ってみて、すごいよ。便所の入ってほしいわ、様式めっちゃ低いほんまにごっつ低いね。座るとね足がこうなるもう NBA のベンチみたいになるんですよ。もう座るだけで2メーター気分になれるんですよ。飲みに行ったらカステラ出してくれるんですけど、バーン食べたら絶対薄皮ついてたりとか、確実にだんだんテンション下げていってくれるわけですよ。細かいとこでね、バーって見せてた、雨降りそうやって、うわ貸さないわやったら持ってけ言うて、うわー渡されて、うわーってバーン降ってきて、でみんなキャーって逃げてんだけど、リョータの傘やバーンって言ったら全部骨折れとったわあんな珍しいよ、全部が折れてる。嫌がらせじゃないの、本当に貸してくれたの。リョータンはただバーンやったら全部折れてたの、わさって抜けそうになる感覚ね。そんなリョータンがおるのよ。ものすごいテンション下げられたな。前飲みに行ったんです、2人で。ほんでツタヤの前通った時に僕ね、あ、なんか借りようかなって言うたんですよ。でもな、返しに行くめんどいしな思ってやめとこうって言うたら、りょうたんが借りたらええやん、もうそんなん見ようや見ようや、俺も見るわ言うから、あ、ほんならりょうたん言うやったら行こうか言って、でわーって行って、僕わーって探してね、で DVD、まあ、これ見ようって一本取って、でこう並んでてね、ずっと並んでたんですよ。ほんでだん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 進んでいって、やっと真ん中ぐらいになった時にりょうたんがわーって来て、ごめん俺カードないねん、これも借りて言おったんですよ。ものすごい鬱陶しないなあ、もう鬱陶しいわ、全部ビデオやねん、3本全部 AV やねん、もうやめてえなと、あかんやん、ツタヤで AV はっていうのあんの、ね、女の人は分からない思うけど、あかん、ツタヤで AV を借りたらあかんと、専属のとこがあるやんかっていうことです。あんねん、男は絶対専属のとこあるよ、本当に。長時間タバコ吸えて見えるとことかを男は発掘していくわけですよ。ほんまに大阪モーターショーぐらい目は真剣やからね、みんなこれね。そこで借りなあかん、ツタヤで借りたあかんと。でも亮太頼むわ言うから、もうと言わんもてビデオやな。ほんで俺7泊8日の借りたんですよ。で亮太も7泊8日やね。これがうっといわ、せめて2泊3日やったらこんなやったらあかんねんけど、袋別々になるから返しといてっていうことはできんねんけど、同じ7泊8日やったら一緒の袋になるから返す時もまた一緒にみたいな感じになるやんか。だからうっといわ思ったんですけど、もうしゃーないしんで、もうねもうバン置いて借りて、ほんでりょうたんごめんな言うて、その3本だけ持って自転車でビャー帰っていきよんのよ。ほんで、あ、りょうた待って言うて、りょうたんあのな8日後か返さなあかん日な、あの俺多分仕事やから夜遅いから、うちの家の下の郵便受けに入れといてって言うて、わかった言うてわー行きはったん。ほんで8日後やな、返さなあかん日やわーって言って、下見ても入ってへんで、もう最悪やん、もう延滞やんこれな。ええー、ねん延滞、別に何百円かまへんけど、もうなんかもう俺ももうその日々見てるからね、もうなんか返したいのよ、もう思って、もうとりあえずもう夜遅いけど、もう家帰って行った荷物置いて取りに行こう思って、両団地に。ほんでそのまま返しに行こう思って、で家ばあさんがやからね、上がって行ってほっと見たら、なんか知らんけどうちのね玄関の郵便受けがね、人気があるツタヤの返却ボックスみたいにねボーン何かが出てるのよ。うそー思って、わー見たら AV むき出しで入れたんのよこんなもん、そのだく見たら腰抜かすで、はっきり言うの
素人面接みたいなこと書いた。そんなんめっちゃテンション下がれ。嫌がらせでも何でもないね。りょうたんは返さなあかん思ってポコン入れとんのよ。10時やで夜のな。ほんで家帰って、お前入ったんねん。で家出たいで出てへん言うから、いや何時頃からかな言うたら、いや4時半頃からガサガサ言うてたよ。夕方の4時半頃重くそい AV を詰めてくれたんのりょうたん。もうしゃあないよ、それも返しに行って。そんなりょうたんが言ってるんです、僕のテンション下げるね。じゃあこれは覚えておいてください。これこっち置いておきますね。でエベッサの話戻しますよね。で1年間ええことがあった。ほんで言うたら去年のエベッサですよね。うん、もう行こう思って。で話ある人の話聞いたら、まず5000円の僕はもう買ってしまったから、次例えばないよないけど3000円の笹買おう思ったらあかんねんって。だから5000円のもん買ったら3000円のもん買うと値段が下がるから運気が下がるという言い伝えがあるのをちょっと聞いたことがあったから、これはもう3000円の買われへんと。ほんでまあええ年やったしもうちょっと高いの買おうね。ほんで7500円のがあったんですよ。ちょっとさっきの七福神よりもごっつ笑ってるみたいなのがあるんですよ。これでええわ買おう。ほんでもう一つ聞いてたのが、これもわからないよ、これも名人が何かわからないですけど、それを買うでしょ、買って家までどこも寄り道したらあかんとね、服が落ちると。で黙って持って帰らなあかんよ、喋ってもあかんよ、もう黙って持って帰らなあかんよっていうのを聞いてたから、それもやろうと思ってたんですけど、お待たせしました。このね神社から僕の家まで歩いて10分もかからないぐらいのちょうど真ん中に亮太の店と家があるわけですよね。これは絶対合うな思ったんですよね。こんだけ俺の運気を下げてくれる男やから合わいでか思ってね。でとりあえず7500円の買ってね、もうね神社ね亮太の店ね家ね10分よね、絶対会うたらあかん思って、まずこっちに出たからね僕。こう出てこう行って雰囲気で言うとグリーンになってブーンになってギューギューギュー行って歩いて、もう30分以上歩いとったわ、グー歩いて。ほんでもう信じられへんよ、最後の信号これ渡ったら家ね、もう青がチカチカしてるからこの信号もうとけよ、でブワー走ってパッと見たらコンビニからりょうたんが出てきた。この信号もらわんかったらよかったもん、ね、ほんでね、むしられへんわけですよ。両端ここやん、こう俺ここで目を出るからね。ほんで両端がものすごい七福神のあれを持った僕にどこ行ってたんって言うわけですよ、ね、だいたいわかるやんか、エベスさんしかないやんか、日本橋行っててみたいな、今帰りやねん、もうまずないやんか。ほんでもう無視無視して、もう知らん顔して、もう家そこやから、りょうたんがどないしたんってずっとついてくるわけですなあなあ言って、どないしたんって。で、まあ、ここは鬼になろうと、これもしりょうたんと喋ってしまったら今後1年間悪いことあったら全部俺はりょうたんのせいにする自信があるとあいつやと、ものすごい揺るぎない自信があるのよ。僕は今後人生でサーフィンが目的でハワイに行くっていうことがないぐらい自信があるわけね、絶対あかんと思って、もう心を鬼にして無視。もうずっとその間りょうたんはくじけず最近のフライでエロないかいう話をずっとしてくるわけですから無視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 、あいつのメンタル面はすごいよ、ずっと俺に言うてくるわけよ、エロいあれもう枠超えたろがなみたいなこと言うな。俺はもうずっと無視や。ほんで階段をねバンバンバンと上がってトントントン上がって、でまあトントントンついてきよるわ、上がってきよんで、どう思うどう思う言うてな、もう後半もうエロ本やろみたいな空気に入ってくる、知らん知らん思って、ほんでも家帰ってガラッと開けて一旦入って、嫁が出てきたらそれ渡して閉めてエロいなって言うたったんですよほんなら言うたら、そやろ帰るわって帰っていいよと、ね、それが去年で、今年も行こうと。去年7500円の買うてものすごいまたええ年やったんで、今年は1万円買おうで、エベさん3日あるじゃないですか、本恵比寿があってで、なん最後の恵比寿なんかあるんです言い方がね、で最後の恵比寿さんやって僕が行けたのが、で亮太から行く前から電話かかってきて、今日飲みに行けへんいう電話があったんで、もう一緒に行こうと。
ほんで俺エベツさん行くからついてきてと、ほんならもうそれで喋りながら行ってね、もうええやんと、もうそれはええわ、ほんでもう店も別に入って落ちるとかもうそんなもん1年やったし、もうそれはもうええわ、それ持ったまま行くわ言うて亮太と行ったんですけど、ものすごい、亮太が悪いわけじゃないと思うんですよ、思うんですけど、もう信じられへんことが満載でねまずね、まあ面白いおばあさんいましたけどね、おみくじね引くね、今なんかもう昔やったら100円やったらチャンチャンチャンってやって抜いたらね、巫女さんに渡してあなんとかでなんとかで言ってビーンってくれてたやんか、今あんなあらへんな、数字書いてあるやんな、で100円入れて自分でああやってパンって見て、例えば1番やったら1番のとこバーンとバーンとって、もう味気ないやんか、それね亮太が引くんやって、でその前のおばあさんがバーン100円入れて、なんもあんのよ、振るのあんのんけど振らんと7って言って自分でこうってそういう問題でもないと思うんだよね、まあ追うてないことはないかもしれない、ちょっと違うやんっていう話で、亮太がブワーってねやるわけですよ、ビーンやってバーン出て何番やバーンバーン見たら今日や、間違えないわ亮太最高やなと、亮太は今日やないとあかんでいう話になって、で大輝も引けや言われて、僕はもう嫌やと、引きたくないと、俺もなんならば1日に引いたとね、ほんで大吉やったんです僕ね、だから引きたない言うのに、もうええやん引こうや言うて、いやもうええって引かへんって言うてんのに、引こうや引こうやおもろいやん俺も引いてんから引こうやって、もうしゃあなしですよ、これびっくりしますよ、しゃあなしですよ、僕はあのおみくじ持ってプップッて振ったらあの穴からゴキブリ出てきたんですよなんで引かすねん何吉やねんこれお前そんな腹立つで笑いながらコックローチとか言われてもうええねんものすごい歯茎出てるからね、りょうたんすぐこうやるよね、癖でもうええわ、ほんでりょうたんと、で俺買いに行くから今年は1万円買うからね、買うよわーって言ったら、そんなことまれやって言われたんですけども、3000円の笹以外売り切れって書いてるんですよ、ええー、言うて、で思わず亮太にらみつけて、まずお前がおらんかったら1個だけ残ってたはずやと、大概俺今勢いある男やでと、ちょっとはその勢いを潰したやろみたいな感覚ですよ、3000円まず笹いややし、値段下がんのも嫌やん、あかんやん、ってなって、で亮太がもうガーやりながら、どうするどうするとか言って、腹立つわこいつ、絶対コックローチのせいや思いながら、どないしよう思って、ほんで亮太がもうええわここええわと、こう何年も来てるけどとりあえず俺1万円を買いたいからもう違うとこ行く、ほんでわーっと出てな、ほんで亮太がもう地元でずっと喫茶店やってるからね、もう分かった神社こことこことここ3つあるって言って、3つとも何もしてへんかって、すごいなお前とそんな耳寄り情報いらんでと、真っ暗けやねん行くとこ行くとこ、1個ぐらいやってへんか普通言うて、エベスさん自体もやってないわけですよその3つが、言うて、ほんでね、あそこにあると、まあ言いませんね、名前はある、あったあったはずやと、僕がほんでもうそこからもう亮太タクシー乗ってブワー行ったらやってたやな、ほんでわーって行ったら、そこはまたシステムが違うねん、あのね熊手っていうのはあれ熊手が売ったんねん、これは1300円ぐらいで売ったんですよね、ほんでそっからオプションがいっぱいあるわけですよね、なんかこんな米俵が3つついたやつがあったり、袋この熊手で服を描くらしいんですよ、その服を描いたのを入れる袋いうのがねある、袋もつける、でエマみたいなのもあった、それもつけて、それでワンセットらしいんですよ、ほんで僕はすいませんもうフル装備でみたいな、もう車ではよう言わん言葉ですよもうね、もうこれ熊でフル装備で言うて全部おっさんつけてくれて、ほんで何もですか言ったら4800円って言われたんですよおっちゃんこれあかんねんと、俺は1万円を買いたいわけやから1万円分つけて言うたら、おっさんがやめときとね、効果は一緒や言うけど気持ち的に俺は許されへんと、1万円つけてもうつけないや言うたら、ほんなおっさんがほんなやるでやからやって言うたらブワーつけて、亮太言うたら亮太もうおれへんわどっか行っとるわもうブワーやって、ほんなこれで1万円やったらもう熊で死なるぐらいついたんや、止めだわら10票ぐらいついて、袋ももう曜日別で使えるぐらいの袋、エマもごっついよ、1万円なんてみんな見ていくよあれ何やれみたいな、これこのままさっき手がらへんと、
で袋おまへんか袋おまへんかで袋入れてもうた色々だから袋持ってたなあ。ほんでもうこれでいけるわ飲みに行こう、もう服落ちる関係ない行こう、わーっと行った。ほんでそこでバー飲んでた、お前ベロベロやまたわーなって、ほんで亮太と二人は歩いて帰ってきて、ほんでやまたや家上がろう思って、まずこうカバンいつもかけてるカバン鍵取ったけど普通に取れたんや。なんで思って、熊手の袋持ってた取られへん普通に、熊手あらへんのなんやねん亮太言って、ほんなら亮太がねポンポンってやって忘れてたでって言うんです。初めてやなと、俺の危機を救ったん初めてやなと、今まで大概テンション下げてくれたけど初めてやと、ありがとう亮太言ってベロベロになって帰って、嫁叩き起こしてここだけだ1万円分バーンって出したらツルツルの熊手やったんですよ。ふーってなって、え、なんでなんでなんて酔い冷めてもて、りょうたに電話して、りょうた熊でな言うたら、大輝俺の熊でいっぱいついてんねん言うて、またかお前返して変えよう言うて、ていうか戻してやわ、すっごい男りょうた。東京の番宣番組ショーパンいうのあるんですよ、あのフジテレビのアナウンサーの庄野陽子さんっていうね、なんか1年目の方ですかね、あのものすごく綺麗な人で、その人が夜中に10分間告知をさせてくれる番組をやってあるんです。でそれに入れていただいたんですね僕で、この東京の、あ今書いてないわ、東京 の, あのライブの告知で、で夜中最終の新幹線で東京に入って、そのままフジテレビに行って、そこでトリが終わって、で六本木で泊まって始発で帰ってくるっていうスケジュール、僕一人で、でマネージャーもそれついていかれへんと、でスタイリストさんもおれへんから、中にねちゃんとしてやって、分かってる、服もちゃんとしや、分かってる、僕やるあんたいつもそれや言われて違う今回僕やるってでね家帰って嫁にね、今日俺やるでやりやって言われて服選ぶで、僕が絶対勝負をかける時に着る僕だけの服の、あんまり持ってない僕の一丁羅のね長い白のロング T シャツで和柄がビャーカー入ってるやつがあるんですよ、これしかない思って、でパン着て鏡で見て、よしこれやね、もう行ってくるでダウン着てね、ピャー行ったわけですよ。で新幹線乗って、はいフジテレビ着きましたね、ほんならねマネージャーいないわけですよ、で向こうに中田さんっていう女のスタッフの人がいらっしゃるんですよ。これは滑らない話でもお世話になってる人なんですけど、その人がねあのわーってこう案内してくれるわけですよ。で入った個室の部屋や一人やで、上のダウン脱いでね、タバコに火つけながら誰とも喋ることもない、ただ入ってから本番まで30分ぐらいの時間なんですよ。だからもう言うてる間にもう終わるんです仕事は、言うても10分番組だからその時点から40分後にはもう終わってるんですよね。ほんでね、まあ、一人でこう座りながらタバコ吸いながらね、メイクとかどうしたらいいんやから分からへんしね、メイクの場所もどないしようかなと思ったら、コンコン言って中田さんがバーって来てくれはって、京都さんメイクなされますよねみたいな、あします、うん、じゃあこちらですご案内しますって言って案内してくれるんですよ。ほんでわーって行って、でメイク室があって、でそこで僕は座ってメイクをバババババってやっていただいて、ほんでそこ出たら中田さんがちゃんと表で待ってくれてあるんですよ。でね、いきなり僕にね、すいません兵藤さん本当申し訳ないですとか言って、なんかあったんですか、いやすいませんお着替えもしてないのにメイクしちゃってすいません順番逆になっちゃってって言われたんですよ、うん、着替えると裸になってしまうわけですね、うんってなってまあ立ちつくむわけですよね。で長瀬さんにね、これですけど中田さんが、うわーすいませんそうですよねそれですよねみたいなことを言い張るんですよ。ほんでね、まあ、楽屋まで連れて行ってもらって、まあ、個室ですよね入りますよね、そう言われてから見るとね、これもアホや、その服を着たいならば畳んでカバンに入れて違う服着て持っていかなあかん、ほんで向こうで着たやら嫁がちゃんとアイロン当ててくれてるから綺麗ね、それを武将やから着ていってるわけですよ大阪から。ほんでまた最初の新幹線でこの人アホみたいに寝たりとかアグレッシブに動いてるから見たらシワシワなんですよね。
ほんでパッて見たらここもシワシワやねん。これはやばいと。そりゃ着替えますよねって言われる気持ちも分かるなと。だいたい東京のスタッフの人やからタレントさんでそのまま来て脱いでそのまま行く人もおらんねやろと。で知らんこのシワシワを気づかんのであればそのまま出てでわー帰って兵頭さんってシワシワだったよねキャッキャッキャッって笑われるだけで僕は何も分からない状態のままですけど、もうシワシワやって自分で認識してもう恥ずかしくなってくるわけですね。次はうわどうしようってでパッて時計見たらもう言うてももう12、3分しかないんですよ。あとどないしようどないしよう思って今から考えたらアイロンを借りて伸ばしたらよかったわけですよ。もうそんな知恵もないんで伸ばさな思ってまずロング T シャツの下をグーッとここに入れてでね上グーッやってここまでで、ずっとね一人でね露出でってやってたわけですよ。こうねもう妖怪大戦争に出てきそうなねなんかシャツ引っ張りかなんかで出てきそうな感じでってやってたな。ほんなんねあの布が1枚ここにつくだけでノックの音が聞こえへんの初めて笑ったね。ずっとノックしてはってんからその時もノックしてたんやろな。でまあコンコンとしはったんやろ。で僕がヌーンって言うてんのがどうぞに聞こえたんやろね。ヌーンヌーンってやってたらカチャって開いて待ってこの長さん顔出したあーっていう顔だけ見えた。でバタン閉めはったあーってなってプリンって戻して長さん違うんです気合入れてたんですとか嘘ついて、ね、もう長さんもあそうですかじゃあ気合入れ終わった頃にまた呼びに来ますみたいなもう分かってはるやんかシワシワやったのを5分後におっさんがヌーンヌーンってやってたら伸ばしてるというのがもう分かるやんか。大人だよね大人東京の大人もうわなでも言います。でもうこれはもう僕も息に感じてもっと伸ばさな思ってほんで次またグーンやって次は耳出してグーッグーッグーッと声も出せんとグーッやってたわけですよ。ギューッやったりとかうんってやってでもう来るぞ思って5分前やし思ってバーってやったらちょうどコンコンってなってどうぞって言ってガチャッて開けてこうさっきよりもちょっと 0.5 秒遅いみたいなの分かります。大人やからキュッてガンを出すんじゃなくてうんうんうんっていうアイタン見て直したぐらいみたいな感じでクッて顔出しちゃって僕はもう普通やからそろそろ本番ですって言われてあ、わかりましたありがとうございますって言ってだあの表で待ってますんで準備できたらお願いしますわかりましたって言ってやったんですけど伸ばしすぎいうのがあるプルンプルンになってるここも変な盛り上がりになってる。なんか言うたらちょっと胸みたいなここのあれがね胸みたいな出方してるんですよ。で首はガルーンってなってるさっきよりもさっきよりもものすごい救いがたい道にこのロング T シャツが行ってしまったんですよ。これはやばいとでもうグーン伸ばしてねってやったらまあかろうじて伸びてるんですけど首だけダローンってなってるんですよ。このダローンはやばい思って後ろグーって引っ張ったこのプシーンってなったんやけども後ろもう和服の襟足みたいになってる鏡で見るとでこれはやばいともう一人では隠し通されへんとこれは中田さんだけや思ってカチャッて開けて中田さんちょっといいですかどうしたんですかって言ってパッと見たらピシーンってなってるわけですよ僕がねわーってなってはるんですよね。何でわーとなってるか言わないですよわーってなってはるんですそれは分かりますやんもうね。で中田さん実はってこう見返り美人的にこう後ろにすごい伸びてるってダショみたいなでこれは今から本番ですけどもう5分も切ってるねこれはもう恥さらしやとこんな和服的な和柄や言うても着物ではないですからこれどうしたもんかなほんで中田さんすいませんとずっと僕の後ろついておいて引っ張っといてもらえませんかね分かりましたいいですよ中田さんものすごい人やわほんでねもう長瀬さん僕おったら長瀬さんこの辺でグーやってはるんですな。で僕はこうなりながらねほんでスタジオ入る時にねまだ言うてくれはるんですよノリでねそれの話 MBS の兵頭さん入られますみたいなで普通ならばねどうもおはようございますってこういけるんですけどもこの辺に音声さん人はいっぱいいますよね絶対にですから兵頭さん入られますおはようございますって壁際をこういく長谷さんもぐーっと引っ張りながら来てくれるたまにちょっと早いですみたいなあーごめんなさいみたいな
そのまんま袖にお願いしますみたいなの入っていった、ね、で長瀬さんにこれまずいですかね、でトークの時どうするんですか、これは自分で引っ張りますと間違いないですと、でそれでは、まあ、本番が始まって兵頭さんです、で伸ばしていったんですこうやって意味なく、これは伸ばしてるんじゃなくてこれをも伸ばしたいっていうのは1割程度で、これをタルンとさせたくないから伸ばしながら首を前にやってこうやって出てきたんですよ。ほんなら翔野陽子さんはえっていう感じなんだ、そんなゲスト今までおらんかったと、伸ばしながら出てくるやつが今までおらなんだと、何してるんですかと、でいやこれ大阪から来てねちょっとあれの筋が入ってたんで伸ばしてますみたいなこと言うて、でねずっとねトークしながら僕こうしてたんです、前から見てたら普通はこうしてると思うんですけど僕はこうしてたわけですねずっと、そうなんですかみたいな感じで、ほんでまあ椅子座ってトークあって、でトークの時ももう引っ張ったまんまわあ喋って、でまた最後立ちでわあなった、ほんでおいはいオッケーでーすってなったね、ほんではい本日のゲストは兵頭凪さんでしたって言うた瞬間に僕が動き出す前に中田さんが動き出したわけですよね、で僕の後ろにバッシーンついて、でもう本当にね本番が終わってるから至る所に人がバラバラになってるんですよ、もう本当にねモンローウォークのようにね、このままどうもお疲れ様でしたお疲れ様でしたお疲れ様でしたありがとうございました、すぐマネージャーから電話かかってきて、ちゃんとやったうん、僕やったって嘘つくはい、単車で事故したんですよ、びっくりするほど地味な事故なんですけどもブーンって単車で走ってたらね車が急にビャーって出てきたんです、で僕危ない思ってギャーってねブレーキ止めてキーってなってボテンってこけてズル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 ってなってものすごい減速していって、それでほんで車のねこのドテパラにコンって当たって、その勢いでヘルメットかぶってる頭がね車の横っ腹にトンって当たっただけなんですよ、ほんと地味な事故なんですよ、あのねガソリンスタンドの前でやってんのに誰も見に来えへんぐらい地味な事故なんですよ、いつ来るやんか日常に飽き足りてんねんから事故やとか言うてで来えへんでパッと見たらなんか分からんわタオルでしばき合いしとんねん、そっちの方が楽しいわねんて、俺がガーンなってもまたフェー言うて茶髪が二人遊んどんねん、誰も見に来えへんで、ああ事故した思ってで事故したという恐怖もあるからね、やっぱりほんだらその運転手さんがええ人で、これ救急車呼びましょうって言われて、救急車に乗ったことないやんか、ほんでね呼んでくれはったらいいほいいほって来るねんね、ほんなら 2,3 人来たわこうやってわーっと見にで誰や誰やとか言ってああ大丈夫やって帰って行ってねえほいいほいいほって来て、ほんで救急隊員の人ちょっとなんかあれなんなのちょっと友達感覚やんか大丈夫みたいな感じで来るやんかでああ言うて、ほんで僕もやっぱり事故で緊張してたんやろね、その人にね、なぜか知らんよ、お母さんって言ってしまったのねなんか分かれへんで、お母さんおらへんのにお母さんって言ってしまったわけですよ、なんかの勢いやね、うん、お母さんって言った瞬間に、あ、これダメ、お母さんって言ってる俺見てっていう感じになって、ね、そんな意味じゃないのにね、なんか何かが積み重なったんやろね、ですぐ乗せられて、ほんでもう何もないねんよね、でただちょっと膝が痛いかなぐらいやねん、ほやのにもうバーン乗せられてんで、どこどこ病院でヒンホンヒンホンでものすごいでっかい病院連れて行かれたな、ほんならもうストレッチャーで待ってるわけですよ、ほんでバーンってやっても恥ずかしいやんこっちは、ほんでああどうも言うて寝させていただきますってこうやってワーンってなってバーン連れて行かれながら、まあ、連絡は回ってんやろね、看護師さんがお母さんがどうだろうこうだって聞こえてうわこれえらいことだったといらん情報が回ってる思いながら、もうそれも聞こえてるぐらいからまだ正常やわ俺も、でそっからねこれは救急病院じゃないんですけどね、全部こう CT だのね、なんかいろいろやられましたよ、一応全部調べましょうで調べてもらってね、もう僕自身はもう帰りたいね、もう別にもうそんなにもう大丈夫やからね、もうなんやねんな思って、ほんで最後の検査が終わってね、ほんで先生からあの何て言うんですか、結果報告みたいなのがありますと、で待合所で待っといてください言われて、はい言って待ってたんですよ、ほんならね看護師さんがその診察参与とか出てきてね、兵頭さんって言われて、はいって立ち上がってパッて行ったらもうすぐ伏し目がちなんですよね、絶対目合わせてくれないんですよ、あれ思ってはいって言ったらずっとこんなんなんですよ、で先生もうすぐ来はるんでお待ちくださいって言ってそのままビャー入っていくんですよ、でえなんなんやろ思って、感じ悪いやんかそんなん、えって思って、ほんで
また中から兵藤さんってこうなんか変な発音で呼ばれて、でバーってくしゃって開いてすいませんって入ったら看護師さんが2人いてはるんですけど、絶対こっち見ないんですよね。なんか来ないなってはるんですよね。でなんかちょっと揺れたんですよね。これなんなんやとね。これはまあ事故で調べたけども実際なんかあったんじゃないか思ってね、なんか腫瘍が見つかっただの何かあって俺を見てないんじゃないかな思って、なんかその瞬間からもう顔面僕蒼白になってきて汗ブワー出てきて、思って見ても全然こっち見えへんとこないなってるし、なんでなんでなんで思ったらシャッって言って先生が入ってきはったわけですよ。身長で言うと170センチぐらい、小太り、薄毛、眉毛太くて目がクリッとしてて鼻団子、唇分厚い先生がね入ってきはったわけですよ、ね、でバーン座れはって、でこっちはもう緊張してる、喜怒転してるからねってなってて、でチラッと先生の名札見たらね、カタカナで兵藤って書いてあるこんなことあるのその瞬間俺もフンってなったわけね、あこれかと看護師さんこれだったのかと思いながら、もう見た瞬間フンってなったわけ、先生だけが気づいてないわけですね。で先生がはい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 、あの大変やったね事故ね、でも大丈夫でしょうね、この結果やったらね、お名前がフンってなったわけですそっから早かったですよ、そっからが先生が大丈夫です、僕ありがとうございました、看護師さんあちらです、はいどうも、そのままバーって言って中からうっすら笑い声を聞こえながら、あこれね4月2日兵藤染谷の喋っても喋ってもっていうイベントがあるんですけども、草月ホールのところでやるんですね、東京の。これはね吉本が5日間連続かな、6日1週間わからないけど連続そこの小屋を借りてイベントを売っていくんですよね。で企画が社員の人が出すんですよ、こんなイベントどうですか、こんなイベントどうですかって。ほんで2年目のね米山という女の子がこの企画を出したんですってね。ほんなら通った。ほんで嬉しそうにね、真面目な子なんですよ米山という女の子は。ほんで僕のとこ来てねご挨拶したいんですけど言うから、え、なんなんって言ったら、実は4月2日の草月ホール兵藤染谷喋っても喋ってもというイベントの企画を出したら通ったんですとか言ってものすごい熱いんですよ。で、あそうなんや、ぜひよろしくお願いしますとか、あこちらこそもうこれでバリバリ動いてきますんでって言うから、あもう熱いねこれありがとう言って、んで米山がね、米山に僕がね、そういう草月ホールって知らんからね僕、え何人ぐらい入んの言ったら500人ですって言うんですよね。ちょっと待って、ちょっと待って、500は無理って言ったんですよね。で他の並び聞くとキリン単独とかイベント、ライセンス単独イベントとかやるんですよね。歯入るやろと、俺と染谷やでと、染谷知ってます、僕が一回ベロベロになった時話した、あの僕が酔いすぎてヘルメットハンキャップを足置いてこう公園でこうフリーキック蹴る前の中村俊輔ぐらいの緊張感を見ながらやらしたぐらい酔った時に止めてくれた男ですよ。僕があの突き出しのピーナッツを鼻にずっと詰め出したやだんだん鼻声になっていったやつね、知ります、知ってます、あの俺も流せやけどなんやかんやと思うねんけどさってだんだん鼻声どんだけ詰めんねんみたいな、そのソミヤ話からのソミヤと二人でやるんですけど、俺ら二人では絶対満杯にでけへんとな。で、いやでも兵藤さんやりましょう、私頑張ります、いっぱい売りますと。で兵藤さんも染谷さんも名前を汚さないように私もうそこら中でもう告知してやりますって言うんですよね。で熱い気持ち嬉しいやんか、で私もこんな企画通った初めてやし頑張りますって言うからね、なんかそういう気持ちって好きなタイプやから、よっしゃあんなやろうか、ほんならとりあえず今からチケット売り出しまで私そこら中で告知します、でいっぱいチラシ巻いてやりますって、俺もブログかなんかで告知する、染谷もする、それでやろうって、売り出しが売れ当時一発目ね200枚ぐらい売れたら私あと300絶対売りますと、子役にしますと
とか言うて、分かった私なりもこんなん初めてなんでよろしくお願いします。まあ熱い女の子なんですよ。で分かった、そんな言われたらこっちも頑張らなあかんわと、意気に感じたよっしゃやろうとね。ほんでそっからですよ、ほんで米山はもうそこら中回ってやりますと、ほんで東京も行って回るやるんですって回って、ほんで僕が東京でやったらねイベントでもチラシを持ってね自分が来て、ほんで入れてお客さんに呼んでもらいたいいうのでわーってやって一生懸命やってるわけですよ。ほんで僕もまあブログで告知したりとかいろんなところで告知ねまあ喋ったりとかしてやってたんですね。ほんでチケットをだいたい土曜日かな、あれは発売されたんかなの前日にね、米山から電話になるんですよ。米山なんですよ。で、おどうなんしたんって言ったら、いよいよ明日売り出しですとか言って、いやその売り出し張り切らんでええやみたいなで明日絶対いっぱい売れて500万杯にしますとか言って、ありがとうな、その気持ちがありがたいと。で明日200ぐらい頑張って売れてとかで、万が一な、万が一全然売れへんかったらもう枚数聞くん怖いから阪神の選手の背番号で言うてくれ言ったんですよ、ね、でそんなことあるわけないじゃないですか言うて電話聞きました。で土日で、その土日で売れた枚数が月曜日出るんですよね。で月曜日僕 NGK 出番で行ったんです。ほんなら NGK の僕らの楽屋の前で完全に目が飛んでる米山が立ってるんですよね。思って行ってほっと見たら、どっからか入手してきたねプロ野球選手名鑑握りしめとるんですよ。真面目やからね、米山は真面目なんや、ほんま真面目なええやつやねん、持ってはんねん。で僕それ見た瞬間ドキッとして、で米山がねダバーってこっち見て、おはようございますって言うから、まさかって言うたら、何も言わんと下柳ですって言ったんですよ。下柳言うたら42番なんですね。ってなって42枚か、はい、売り出す42、はい、500入んねやろ、はい、もう泣きそうなんですよ女の子。すいません、私がもう全然できへんかって、すんませんすんません言うから、やめてくれと、お前が頭下げるたんびに俺の人気なさがブンブン来ると、お前は悪くないと、悪いならば俺と染めやだったと、お前はやることはやったと、もう泣きそうなってるわけですよ。待てと、まあ映画なと、もうこれで500万杯になる夢はなくなったとね、そんなもう驚異的にそっから売れることはまずない、もうそれはええやんとね。でも焦んな米山と、当日やと、まだなチケット売り出し2日やないかと、もう待て待てと、10日待とで、10日間がむしゃらに告示して、でそれで200にまず持っていこうや言うて、米山が頑張りますって言ってもう走っていきよったわ。ほんで10日後ぐらいね、電話なるんですよ。パッと見たら米山って出てるんですね。でピッと取って、はいって言ったら岡田ですって言うんですよ。いや米山やろ言ったら岡田ですって言うんです。何を言うてんのかな思って、初め分からへんやんか。何や言うたら岡田監督ですって言うんですよ、ね、岡田監督言うたら80枚なんですよね。80かー言うて、いやでも米山がまた電話越しで泣いてるんちゃうかいうぐらいの声で、すいませんすいません言うんですよ。もうええー、とお前謝んな、胸痛いいう話になって、謝らんといて米山言うて、ほんでもう分かった、ガンガン告知しようとね。ほんで次なんかチケットになんか変化あった電話くれ言うたら、2日後米山って出てんのに久保ですって電話かかってくるんですよ。だんだん阪神の選手が詳しくなってくるんですね。首脳陣の名前が出てきて俺よう分からへんのよ。久保チーフコーチですって言われてもえ、なんだなんだいう話になって、もう米山真面目やからそのまま読みよるからね、ね、84番です。ああそうか、米山まだ頑張ろう、バー頑張って2日後ですよ、また電話かかってきて、和田守備走塁コーチです。まだか、まだおるか言って、何番や、86番です、すいませんすいません、もうええから謝んな言うたね。ほんなら米山からまた電話かかってきて、これはまあ普通にね、どないしたんチケットが
どうしても伸びひんと。でもう言うたんです、もういいと、ええやん、もうそれでええやんと、500円のとこやろと、今和田やろと、和田ですと、和田のお客さんに楽しんでもらおうやとな。そら工業的には失敗かもしれんし、でお前に対しての評価も低くなるかもしれんけど、それは俺ら頑張るし、今後もっと頑張った時にお前の助けになれるように俺はもっと頑張るやんと、将来で、お前それおめえを挽回したらええやんかという話をしてたんです、熱い話をね。ほんな米山がね、その時に電話がかかってきてね、やっぱり伸びないですと。でね、東京のあの番組でね、ラジカルっていう番組があるんですよね、日本テレビ、日テレでね、そこでね、告知ができるかもしれませんって言うんですよ。どういうことや言ったら、コーナーで女の喉自慢っていうのがあってね、ね、言うたらマネージャー、女マネージャー同士が歌を歌うんですってね。んで勝った方に20秒の告知をさせてもらえるというコーナーがあると。で誰かおらんかって来た時に、米山がもう手挙げたんですって、やらせてください、やらせてください、ソーケゾールの件でやらせてほしいんです、お願いします。でそれを取ってきたんですよ。でただマネージャーだけ出てもダメだから、タレントさんと一緒に出なあかんって言うんですよね。でスケジュール調べたら、たまたま僕が東京で泊まりやったんです。で次の日の仕事が夜梅田から、1ヶ月だけやったから朝は行けるんですよね。で米山がお願いします、お願いします、一緒に出てくださいって言うんですよね。でおう、でも米山そんな歌いけんのか言うたら、いや頑張りますと。で米山ええやつやな思たんが、あの本番はお二人に頑張ってもらいますと、それまでは私に頑張らせてくださいと、やれることだけやりたいんですと、よし分かったと、ほんで行こうやないかということで、僕は東京仕事行った、次の日朝9時に日テレに入った。ほんで控室にガチャッと開けたら、米山がもうなんか聞きながら歌っとる、もう練習しとるね。ほんで米山、今日お願いします、おこっちこっち頼むでと。で米山が主役ですからね、その日は。僕はもう後ろで茶化すしかないですから。ほんで米山練習したん、もう毎日行きましたと、カラオケボックスに。何歌うのって言ったら、キョンキョンのマイスイートホームって歌ね、歌いますと。で昨日も仕事夜中で終わったんですけど、そっからカラオケボックスに行って6時前までやって、6時の新幹線で来ました、お前すごいな、で絶対20秒勝ち取りますっていう、頼むぞ米山で、相手は鍋プロの美人マネージャーですね。で本番始まってね、でレッドね、 TIM のレッドさんがこう出来たわけですよ。さあそれでいきましょう、吉本興業マネージャー米山さんだとか言うて、米山がもう目座ってるね完全にね、カラカー言うのでガー行きよんね、で俺アホみたいにわー言うて後ろからついていって、それでは、歌ってもらいましょう、キョンキョンのマイスイートホームどうぞー言うて歌い出したんですよ。げっちゃ下手くそやったんですよ。で僕びっくりしすぎてえーってなったんですけど、でもね恥ずかしいやん、女の子がねカメラの前で歌うのは多分なんか歌下手なんやね、もともと。せやけどそんなことよりも歌下手やし、そんな嫌やけどもうチケットを売りたいという一心でね、なんか歌うわけですよ横で。泣きそうなってきて、あかんあかんと、米山何泣かしてくれてんねんと、米山すまんすまん思いながら、米山がバーン歌った。ほんで次こう待機したら、鍋プロのマネージャーですどうぞ歌った、ゲチャゲチャうまいのよ。これはあかんかったなと。ほんで歌い終わった。ほんで結果はコーナーが2個ぐらいあった、もうエンディング近くでやりますんでお楽しみにっていうのがあって、そしたら言うてマイクを外してもで何しとったら、米山がいないんですよね。でもう米山を慰めようと米山と、もうこれな負けてもええやないかと、なこのガッツはな、4月2日に結果が出えへんかったとしても今後どっかで出るやんかと言うてあげようと思って、米山を探しとってパッて見たら、買った時用のねポスターを大きくしたやつがあるんですけど、それを持ってね壁に向かってね、買ったようにね20秒間の練習をね
4月2日、兵道と染谷のって練習してるの見た瞬間ね、僕ね言われへんやん、泣きそうなって、もう便所入って、何やねん俺と、なんで人気ないの俺みたいな俺が米山にみたいな、でなんかもう和式の便座グングングンって手にやって、クソ米山のボンみたいなって、でも神様と奇跡というのがあれば頼むと、もう米山を勝たせてくれと、もうこれは告知云々、チケット云々じゃないと、米山のあのガッツ、あの後ろ姿、壁に向かってるあれ見たらもう奇跡を起こしてほしいと頼むと、もうそれやったら、もし奇跡が起きるならば僕のこの毛根なんかいらないと、もう持って行ってくれと、300分持って行ってもええと、カラーッなった。でわーって言って、僕が知らんふりして行ったわけですよ、米山が、頑張りましょうね、分かった。で次ね、結果発表は外なんですよ。ほんでね、結構高いとこまで、これのこの辺ぐらいまであるとこに登らなダメなんですよ。登って、で前に米山、僕、でこっちにマネージャー、向こうのタレントさん、でここにね、ユアの着ぐるみ着たやつがこうやっておるわけですよ。で何かというと、マネージャーさんによって、そのマネージャーと点数で。勝ったらその場で20秒告知できるんです。負けたら下にマット引いてて風船がブワーあるんですよね。そこに突き落とされるわけですよ。でどうなんやろうと思って、神様奇跡よと思ったら、さあそれでは審査員3人おるんですね。発表です。まずは吉本興業チーム米山さんの得点はどうぞ。4点、5点、5点、14点ってなった。米山が振り返って、やったって、俺もよかったって、奇跡ありがとう、300本持って行ってくれとね、もうばらけて持って行ってやと、ここブーン行かれると困るんで、よかったってなったんですよ。そやけどね、その米山の何の根拠もない、やったで、僕らの中では5点満点や思ってたんですよ ねよっしゃ14点やってなってて、じゃあそれでは鍋プロチーム発表、7点って言うと、7点一発目の7なんですよ、7、8、8、23点ってなって負けですよ。ほんなら岩山が米山をぐんぐん押していきおるわけですよ。ほんで岩がね、ぐわーって、ほんで僕はもう本気でやめたってくれと、やめたれと、米山はこの仕事を受ける、どんな気持ちで受けたもとんねんと、オンエア中やけど、やめたってくれと、米山来なかったわけですよ。もうなんかもうそのね、いろんな光景がね、小田和正的な歌で出てくるわけですよ。なんか、こないなってる米山が歌ってる米山、ね、告知を練習してる米山、下柳と発表した米山、全てがスローモーションでラー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 っていう感じ、言葉にっていう感じでできないで、米山がもうゆっくり落ちていくんですよ。で僕もうわー押されてバーンと落ちたよ2人で。で米山の顔の前で風船がパーン破裂して、米山がもううーってなったん、もう泣いてるやん、もう米山泣いてる、かわいそうやわ思った瞬間、テレビって残酷やな、その落ちた米山のとこにテレビカメラがガーガーってアップで寄ったんや、もうやめ、俺後ろでやめたってくれ思ったやめたってくれ思ったら、米山が顔パッと外して草月ホールに来てくださいバーンってやったら、米山お前は女や一発や。東京行くときに新幹線、もう最近乗るんですけど、みんなに一個聞きたいんですけど、これ絶対笑わそうとしてるよなっていうアナウンスがあったんですけど、ちょっとその車両もわっていう感じ、笑いまではいけへんけどふわっていう空気になったんですけど、なんかね、乗った時に停車駅と乗務員の名前言いますやん、でそういう名前は思うんですけど、停車駅は、品川、新横浜、名古屋、京都、新大阪、なんとかなんとか続いて、で乗務員、車掌は君だって言ったんですね。これね、君田さんやと思うのよね。ただね、車掌は
君だって言われるとちょっと車両はわーっていう空気になって、あれみんな聞いてんねんな、なんやかんやと、車掌は君だわーってなって田中って言ったんですね。ほんならまた絶対大阪弁よね、ああいう時後ろの方でお前やんけ車掌っていうの聞こえてくるこれ絶対ね、アナウンスの人笑わそうとしてるやんか。君田さんと田中さんやったら別に車掌は君だって言わんでもええやんと思ってたんですけど、逆にしたらええやんと思ったんですけど、逆にすると逆にするで田中さんがものすごい指名されたみたいな感じになるんですね車掌は田中君だってなるとこれ一回自分の名前にしてみてください。もうやってたんです僕ずっと、車掌は兵道君だってなるってなるなんかあ絶対あれやと、あれ思う。そんなことをかずっと考えとって新横浜まで結論は1個出て、言い方の問題やな別に君だって言うたらええのにな、君だって言うからなんか任命された感があるなみたいな。でね、これな1個な言いたいんですけど伝われへんやろな、その空気が僕は面白がって、ちょっと新たな試みしていいですか。朝東京から新幹線乗るんですよ僕ね、次の日が余裕あってももう朝一で乗って帰るんですよ。ほんで僕がね窓側でこう座ってたんですよね。ほんならなんかちょっとガサツまではいかないですね、なんか楽しげなおっさんが来て、これおてるってもうチケットをもう僕のこの辺に出すんですよねで見えへん見えへんってなって、うんうんってなって、ああここですよ、すごめんなすまんな言うて、まあ大阪の人ですわ、バーン座りはってね。ほんでまあ動き出してね、でちょっと待ったぐらいもう寝よう思って僕ずっと目つぶってたんですよね。その時に会話だけ聞こえて目開けてちょっと笑ってもたんですけど、これはね目つぶって手っておもろいんかな、俺はね面白い、伝わらへんかもしれないけど一回やってみていいですか、全員一回目つぶってもらっていいですかね衝撃を受けたんですよ僕、目つぶっといて、ほんでどうぞ言った瞬間開けて、どうぞはそれは言うてないよ、俺の中のどうぞが目開いたっていう感覚やから、ちょっと全員目つぶってもらえます、オッケー、つぶったね、もう目つぶってたんですよ。なら、お弁当にお茶、アイスクリーム、お姉ちゃん、横のさんね、お姉ちゃん、アイスクリーム、アイスクリームちょうだい、わしアイスクリーム好きや、大好きや、うん、これ楽しみやね、うん、バニラと抹茶が、バニちゃん、あ、はい、バニちゃん、いや、バニラと抹茶、あ、あ、そう、バニラ260円です、高っえアイスクリーム260円もすんの、ええわお弁当にお茶、アイスクリームはいかがですか、わあ、めっちゃ高いあんなんようかんわ、200円ぐらい高いだのに、どうぞ。100円を目の上に乗せた。嫁がね、とんでもないでっかいプールを買うてたんですね。子供用の。あのね、前住んでた家は団地やったんですけど、これぐらいのバルコニーはベランダしかなかったんですね。 でもやっぱり子供のねプール入れてあげたいからこう入れるんですけど、これぐらいの幅にこれぐらい丸いプールを押し込むから、もうなんかもう訳分からん形になってて、もう子供を座らせたらもうそこでいっぱいいっぱいみたいな感じになって、で一応なんかあの子供も空気をね何も動かないんですよ、楽しくないっすやんそんなプールで、たまにねこうやって頭から水ビャーかけたら目つぶって我慢しよるんですよなんかそんな地蔵さんみたいな感じで、俺はかわいそうやない話になって、で今引っ越したじゃないですかね、あ、まあ引っ越したんですよ1月に。でそこは自慢じゃないですけどルーフバルコニーがでかいんです、あのこの舞台ぐらいあるんですねルーフバルコニーが。
これ自慢じゃないですけど、でなぜかというと嫁がそれを気に入ったから買ったんですけど、嫁はこのルーフバルコニーででっかいプールをで入れてあげたいっていう言うんですね。いやそれはええんちゃうかと。ほんでまあそれを話してたんです。ほんで改修工事があって、うちルーフバルコニーも改修されてて、工事されてて、なんていうんですかね、全然プールができる感じじゃなかったんです。ほんで僕は大阪公演の時に帰ったら、嫁がもうあとなちょっとできんねんと、4日か5日ぐらいできるとか言って、あそうで、プール買うてきて、うん、で見せてえなって見たら、2m50、2m50 のプールなんですね。どえらいよ。でも箱にはね、これぐらいの箱に入ったんね。でパッて見たら、ものすごいでっかいところでなんかね、黄色の枠があって、滑り台があって、ちょっとさヤシの木があって、なんかこの辺にゴリラがこなしてこんなになってるんですね。でそこでなんか金髪の白人男性が、男性ちゃう、男の子やわ、男性言うたらおかしいわな、あてなってはんねん。で出したい言うから、あれちょっと待って、もう靴の紐これ出してないな今日考えたら。ほんでね、出したい言うから出したらええやんって、で出したら広げたらめっちゃでかいんですよ、リビングで。ものすごいでかいの。ほんでオプションで100均かな、わからんけど、めっちゃ安いところでイルカの人形を買うてきたと。イルカとタコとカメ買ってきたと。ああそう、でこれ空気入れたいなあいう話になって、おええんちゃう、空気入れ買うてきたんやったら、いや買うてきてない、アホかと、はい割れるわアホ、いや違う違う、あんねんって、出してきたんが黄色のこんなやつやねん、これもね靴と等しいぞいう話になって、アホかと、こんなもんで入れるわけがないがな、2m50、2m50 やぞとね、あるやろ今お前、ものすごくでっかいの出てるやんけお前、バーンやったらブーン入るようなやつあんねん今言うて、あごめんとか言うて、あでもなあ分かった言うんですけど、もう子供もテンション上がって持って、なんかあろう思って待ってるから、まあ、お父さんですから、お前もやるわ言うて、ほんでもう、まあ、イルカ入れようって、イルカをね、でイルカのねところさ仕込んでね、あの黄色のあいつあるやんか、あれ見たらね赤と青があんねん、でどっちかが入れるどっちかが抜くやねん、分からへんかって、どっちや言うたら、嫁が横から赤みたいなね、何爆弾処理班的なこれお前リーサルウェポンで間違えたらお前2人で走ってわー飛ぶんかみたいな話をしてて、赤やなって赤やったらイルカがどんどん縮みようみたいな話でやっとったら、はいお前逃げろ10秒後爆発やで、で青にやった、ほんでチチ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 ってなったら全然膨らめへんのよ、チッあのねもうシュッ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 普通じゃんだん大きなっていけへん、全然あのね30シュッシュぐらいでイルカの鼻が微妙にプリンってなってる先長いぞーいう話になって、まあとりあえず入れなあかんからもう汗だくやクーラーかかってんのに、もうずっとシャン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 って、ほんまにね250シュッシュぐらいしたんじゃうかな、ほんでやっとや思ってプンって抜いたら、高いやつは今弁ついてるやんか、抜いたって抜けへんやんか、安いからプンってやったらシュッって抜けてきたのよ、えーってなったら子供がキャオ言ってバーン抱きつきに行って、もう抜けてる抜けてると、もうあかんかんって取ったら、もうほんまに80シュッシュぐらいは抜けてるわけですよ、また80シュッシュしなみたいなんで80シュッシュしてできた、で1個やったらなんか闘志湧いてきて、で次タコやな言うて、でタコは案外簡単、あのシュッ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 って言ったらさあね、初め来んないねん、ね、50シュッシュで来ないなりやんね、ほんでもう60シュッシュでキーンってなって、顔はねキーンってなって、足やん次8本あるのな、でこれは早かった、ちょっと悪と思ったらチンチンチンってたら、プン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 ってできたのね、お前はええやつやと、ほんで絶対にあかんぞあかんぞ思ってガーンと止めて子供に渡した、もうその時点でフラフラなんて汗だくやけど、もうそこまで来たらカメも入れたいですよ、カメも来ないなとんで、カメがね分かったと、海パンとゴーグル出してくれと、でそこな打ち上げられた亀を助けるからって言って寝かして、でそこ差し込んだ穴のとこ持っとけって渡して、で僕は海パンに履き替えて
こうメガネはめて大丈夫ですかって言って心臓マッサージ的にずっとこうやってたな。こんなんしんひんかったらやってられへんから。で50出資ぐらいで亀がオーノーみたいな形になって、90出資ぐらいでパキーンってなって、でこれで OK やと。で子供そんなんで遊んでんねん。ほんで嫁がごめんなほんまごめんなと、いやよいよと、明日こうてくるわ大きいのちょっと意地になってきてね、いやもうええわと、俺はこれで2メーター50を入れたいねんとかわけのわからん投資に火ついてね、まだ日にちはあるやろと、工事終わるまで大丈夫入れるからっつってね。ほんでそっからやほんまに大丈夫大丈夫で、それはまだ高いやつだから別に便ついてるから空気抜けないわけですよ。ほんでそっから仕事帰ってきて寝るまでシュッ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 ね、もうずっとシュッシュッシュッシュで、まずあのヤシの実制覇したわけですね。別々についてるからヤシの実滑り台ゴリラで枠4関門があるわけですよね。でまずヤシの実制覇や、大変やで、ご飯食べる時も足元置いてシュッ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 って食いにくい食いにくい、こっちもシュッシュや、わけわからんもうええわごちそうさま言うて、まあ、ずっとやってもう意地になったね。んで滑り台できた、よっしゃ次ゴリラやな、ゴリラキュッ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 、もう帰るのが遅かったんその日で、もみんな子供も嫁も寝てんのにキュッシュッシュッってやったら、ゴリラはな難敵やったな、これぐらいまでになってんけどねもうあかんってなって、空気だけ止めて明日にしよう思って疲れたって自分の部屋戻ってパソコンしてたら嫁がトイレに起きたんでしょうね、電気消してたんですよ。僕の部屋の方じゃない方に無理せんといてやーって、アホか押したまま寝たみたいなのしてる明日でええよ何言うとんねやん、いや無理してないし、開けたら暗闇のゴリラに向かって後ろ姿でねもうねえやー何言ってんのってハッてなって、なんでってなって、なんでってゴリラや、あれゴリラや、ゴリラやと、あれはゴリラや、アホかと。ほんでもうそっから連日シュッシュシュッシュですよ。もうしんどなった時もあの廊下の真ん中にあえてあのねあれを置いて、で通るたびに1回だけでも踏んでいくという積み重ね、これ積み重ねやで言うてしまっていこうぜ言うて、でもう嫁も踏まして、もう必死や。ほんでやっとゴリラがキンキンになった。ほんで次枠や、もう工事終わっとんねん。もう嫁にしたらね現実的やからもう入れたいねん大きいのでね、でもここまでやってるから言いづらいんやろね、でもやるぞってやった、全部でもう1週間までは言わんからかかってキンキンになった、よかったな終わった言うて、で明日休みやと、明日休みで晴れてたらもうプールやで、寝て次の日起きた、大抵雨っぽい男やんか、そんだけ張り切ってたらシャッて開けた、キンキンに光った、もう輝いてるわもう太陽がね、オッケー。ほんでね恐る恐るリビングの方行った、大抵ね子供が触ってて破れて全部空気抜けたとかそういうタイプの男や、ドキドキしながら行った、ゴリラ満勤ねヤシの実バーンなって、それでもキュンキュンなって枠もプリーンってなった、よっしゃプールや言うて、着替えさせ言うて着替えさせた、で僕も海パンになって、で、嫁イルカも出して子供にねあのええやつのええやつタコタコの足だけ持たして、で俺も父さんが行くからな言うて、で彼持って、で唯一ねそのリビングからルーフバルコニーに出るサッシみたいなのがあるんですよ、それ持って行ってね笑顔で行ったわけですよ。だん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 あれあれあれってなったら2メーター50やんか、170ぐらいしかない、出えへんねんアホちゃうか家族3人思ってあかんの分かってんのに、よっしゃ一回横にしてみよう、全然横も全然ない、2メーターぐらいもない、抜けで俺ね先頭で止まってしまったわけですよ。で嫁と子供は後ろで僕を見てるんですよ、ね、ほんだら言いたいの分かるんですよ嫁の、もう空気抜いてもうなもう外出そうやと、言いたいのは分かってると、ね、でも俺の今までの走馬灯のようなこれもう見てるわけですから、そらうちの嫁も何とも言わんやろうと、ね、これはこれでまたゆっくり考えたいなと思った瞬間にチーッて音が聞こえて、
嫁は現実的やわ。掘ってみたら枠の空気抜くとこからつまんで便プリンってやってチーって空気抜いてるんですよ。ね、でカチンとくるわけですよ。ね、もうグッてなって、まあ自分がした言うたことやけどカチンときて嫁に空気読めって言うたらうまいって言われたんですけど、空気と嫁がかかってるらしいんですよ。そういう問題分からんわ。財布をめっちゃなくすんです。怖いね、財布なくすんは。もうどこに忘れたかわからへんねん。だから気づいた財布がないねん。うわ、ない。ほんで行った場所一個ずつ回ってあったりとか、あと全くない時があって、財布どこ探してもない。最悪は警察行かないって単車乗って行こうわって言って乗ろう思ったら、まあ、ものすごい違和感がある。あの財布や置いたままや、5時間ぐらい止めててよ、ようパクられへんかったなみたいな。これはやばいと、もう財布ばっかりなくすねん、やっぱり全部出てきてるけどいざなくなった時に大変やっていう話をしてたら、嫁が首から下げたらって真剣に言われて、それは嫌やと、後輩に飯おごってるのに首から財布下げて食べてや食べてやみたいな、ここ俺ええから言うたらお前なんかなけなしかみたいなツッコミしたいからなけなしのんでおごられてるみたいで嫌やから、紐は俺はつけん、つけたらよかったわ。ほんまこの前ね営業行ったんです、現地集合やから車で行ったんです。でダブルヤングの丸2って佐藤さんっていう丸2って呼んでるんですけど、丸2が詐欺ついてたんですね。でなんかガーってやってあるんですよ。どないしましたっつったら、早めに着きすぎたからうろうしてたと、周り何にもないと、で唯一あった100均がある、結構大きい100均が、そこをよーって言ったらノートレーニングドリルみたいなのがあると、100均で今。え、そんなんあるんすか、ちょっとやらせてくださいよ言ってやったんです、丸二と。で今年52歳の丸二に負けたんです僕ね。ショックでしょ。でうわー思って、これ売ってます100均に、売ってるから、だからもう合間通せやから合間買いに行ってきますって、でワンセメ終わって場所教えてもって行ったんですわ。テンション上がんねん100均って。だってねカゴ持ってパッと見たら、え、こんなん持ってんの、こんなん持ってんのってなるんですね。今の100均絶対物も進化してへん。俺8年ぐらい前に買うた100均のバスタオルなんか全然吸い込めへんよ。濡れるだけ、濡れたをまた濡れた体ぬまた濡れた、意味わからん、これこのまま拭いてるんじゃんか一生思うぐらい全然吸い取れへんわあれが、今ええの出てんねん。ほんでテンション上がってもて、でパッて行ったら、あのこれぐらいのホワイトボードみたいなって100円やで、だこれ買おう思ってカゴ入れて、ね、なんか使うんちゃうみたいな、なんかあんのよ、え、これ100円となんか使うんちゃうっていうのがこうなってくるので、これ買うと、あ、マーカー買わなみたいな、でマーカー黒と赤と青もあんねやみたいな、これも100円みたいな、でマグネットがあんのいっぱい、でマグネットなんか4つついて100円とかやから、あ、これを貼るときに 4隅にねいけるわ、4隅っていうのパンパンいけるわみたいな、こうって、まあ、そっから火ついて、そんなファンでもないのに、うわ、レイ・チャールズの CD100 円みたいな、別に聞いたことないねんけども、レイ・チャールズは聞いたことある、100円とか思ってそれも入れる、で、まあ、もういつも火がついてしまって、あの1本だけのイヤホンとか、もうこれも100円なんや、別に何も使えへんと思うわ、今更あんなもんテレビ差し込むとこもさほどないやんか、こうやって聞くん、まあ、でも買おう思ってこうた、ね、あとなんかようわからんけど嫁の園芸用のスコップするかせえんかわからんけど嫁にええな思ってこうて、あと美顔ローラーとかあんねんね、それもこうて、うん、ほんでなんかひょっとこのお面みたいなあって、これもなんかでいるかもしれん思ってこうた、なんかこうね、なんかこうてまんよ、湿度計やんみたいな、別に湿度いらんやんか日頃、でも湿度計入れて、あ、温度計もあるみたいな、2つ入れて、で鉄アレイが今100円やで1キロが、ええやんってなって、ほんでこれ4つ買おう思って4つこうたグイーンってなって、うわめっちゃ重たいけどもね、これでええやんと、1キロ100円やで、すごい、これ肉より安いやん思いながら、めっちゃええわ思って、ほんで横見たらさ、なんかこんなケースがあんのよ、灰皿、これ来客用にええわ、どんどん入れてまうのよ、で消化くんかなんか言うて、そこスポンってやったら5秒で消えるやつあんのよ、これももう3つぐらいこうて、これええわ思って、どん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 この辺痛なってきてね、やっぱ4キロが効くわけですよね、ほんでまあ痛い痛いってなりながら、まあとりあえず買いまくった、ほんでレジ行こう思ったら、あ、違うわボケてるやろ、脳トレのドリルを買いに来たんやと、わし何買いに来たんやと、危なあ思って、ほんで店員さんに聞こう思ったら、もう経費節減やから2人でやってるんですよ、で1人はレジでお兄ちゃんね、1人は研修中のおばちゃんやな、こう
やってはんねん、なんか箱置いてなんか出してはんねん、これぐらいの箱積み重ねてね。ほんで僕すいませんって、はいって、あの脳のドリルありますって言うたらな、俺はなんかではもう伝わる思ってね、脳のドリル言うたら一般の人分かれへんねんか、なんか脳に開けるなんかドリルの感覚やお前って、へぇって人軽い悲鳴上げられて、え、なんでと思って、あのね、なんか頭よくするやつあるやんと、ドリルみたいな。でパッてこっち向き合った時に研修中って書いてあったやん、それは構へんねんけど、ね、研修中やったらレジの人にさっき聞こう、ね、自分で当てようとか思わんとこはい言うて歩いて行きはんのよね。でどんどん広いのよそこの百均ね、どんどんついていくねんけども、ものすごい板なんねん。でその途中にパッと見たらこんな虎の置物があって、これええわ思って、こんな顔やけどこれぐらいやねんで、それとりあえずこうでわーってなんかもう行ってしまうのよね、こう目がついてしまうから、どんどん歩くけども全くつけへんし、どもう4キロが効いてきて、ものすごい手がしびれてきたよ。ほんで痛い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 ってなって、でもとりあえずずっとでもたどり着けへんから、すいませんと、あの誰か聞いてもらえませんかとね、もう聞いてって言うたら、分かりました言って行きはったん。ほんでなんか聞いてはんねん、はよしてや思ってちょっと下ろしてカゴでバーって来て、めっちゃ息ってよこちらですって言うから、分かりましたって言ったら、さっきおばちゃんが作業してた箱よけたらそこにドリルがあったん俺思わずこらって言うたら、もうこらって怒った、こらってもうおばちゃんこらって言って、でそれをね2冊もうあかんよって入れて、でこっちに冠婚葬祭マナーってあったから、あこれもこうとこうみたいな。ほんでさあレジや、レジ行った、レジ行ってもう重たいから下ろしとって、ほんで1人目2人目なった瞬間にですよ、財布あらへんねん、どこで思って、確かにね一回も財布は触ってないんですよ多分、家はあった、でも車で下道で行ってたから別にお金払うとこもなかったし、えでカバンの中見てもないし、あれってなって、うわどうしよう、でも時間もね次の通攻めが迫ってきてるからね、うわうわうわ、でもこの辺熱くなってきて、あかんあかんわ思って、でそのレジの人にすいませんって、あの僕持ってこんだけ買ったんですけど財布をちょっとあの忘れてしまって、これちょっとなしでいいですかって言ったら、あいいですけどあの全部戻してくださいって言われるんですね俺ね、そらね経費ね削減したのが2人でやったろうからね、 2,3 個やったやけどモリモリになってるやんか、そんなやってられへんということで僕が戻すんですけど、これはねリアルノートレですよ、どっから取ったかがわからない、虎の置物、虎の置物、虎の置物、あっち行ったからあれやみたいな、一個ずつ返していくんです、あれどこやったかな、うん、とりあえず鉄あれ思い出せ、鉄あれ、これはめちゃめちゃ重たいから鉄あれから返そうなって、あー分からん分からん、とりあえずまあとりあえずうん、あまあええわええわ思って灰皿、ほんでこれこれうわ返していって、ひょっとこのお面でもうあーってなったら頭のな中が熱くなってくんのよ、こう活性しとるわあれだけでね、ほんでわーなって、ほんでどん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 で入っていたとこやったな最後、うん、これマグネット、うん、ほんでこれがマーカー3つ、ほんでホワイトボードってパッて見たら財布入ってて、ウォーキングしてたんです僕、お前どっか言ったよな、ウォーキングしててで古本屋に入ったんですね、でわーって古本を読んでた、ほんなら買取カウンターの前でヤンキーがめっちゃキレてんすよ、お前こらあーこらお前あー言ってめっちゃキレてはんです、お前よ俺読んだよな、お前今読んでたよな、聞こえんのあーあーって言って、ほんでもうその大きい声になるからその店内におる人全員パッとこう見るわけですよ、ほんならもう背中ではなんかうわーってこっちは言うてんのに背中は犬がんってなってるような服でね、ほんでもう犬はずっとこないってはんねんね、こっちは怒ってはんねんけどな、ここはもう犬笑ってはるんで、あーこら言ってめっちゃキレてはるんです、でお前よ俺呼んでたのにお前聞いてへんのか、あーこらあーって言うて、そっからめっちゃ間違えてたのに気づかずずっとそれを言うてはるっていうのを発見したんですけど、これはほんまにすごかったんですけど、お前こらやめてんのかこら、お前ちょっと今から海って沈んだろかこらって言ったんですよ沈んだろうかこれ本人の頭の中ではずっと沈めたろうかっていうことが言うてるつもりなんですね、で初めみんな意味が分からずに
沈んだろかってえってなった時に、そっからずっと言い張るんですね。もうこれ笑い我慢するのは大変やったんですけど、お前沈んだろかこら、えガッツ面白いってお前沈んだろかこら、え今から電話してお前10人ぐらい集めてお前全員で沈んだろかこら。めっちゃ怖い思ってね、10人呼ばれて目の前で沈んでいかれるわけですよ。一周回って正解なんかなって一瞬思ったんですよ、怖いからって。あれエグかったですね。ほんで最後に噛んだあかんとこで噛んだんです、そのヤンキーが。で一人ね、その先輩格の人がバーって来てね、えどうかなされましたって言ったら、違うやん違うやん俺違うやんみたいな、だからヤンキー独特のなんか笑いながら、ちゃうやん俺はこいつに人の道を教えトントンって言って噛んだんだもうええとこなしや、ええとこなしや、ええとこなしや思って買い物行ったんです、大型ショッピングセンターに。ほんでね、昼飯食おうやいう話になったんですよ。ほんでね、まあ何食おうかなって考えて、僕はカツ丼、絶対カツ丼やと、もうカツ丼口やったんですね、3日ぐらい前やから。でカツ丼がええわ、お前何食べたいねって嫁に聞いたら、石焼きビビンバって言うんですよね。ちょ待てとね、皆さん知らんと思うけど、結婚してもう3年になると、知り合ってからだったらもっと経つけども、お前が石焼きビビンバを食べてるとこを一回も見たこともないし、石焼きビビンバの単語今日初めて聞いたとね。なんなんって言ったら、いや分からん、久しぶりに石焼きビビンバが食べたい。でいつぶりなんて言ったら、いやもう10年ぐらい食べてないって言うんですよね。そんなんね、いやいやもうそんなんカツ丼でええやんって、いや私は石焼きビビンバが食べたいね、何が食べたいって言われたら石焼きビビンバが食べたいって言うから、いやいやいやもうカツ丼でええんちゃうと、俺3日前からカツ丼口やったからって。嫁はそんな口知らんと今食べたいかどうかでしょって、あんたの口は知らん、私はその口を使わせていただくならば石焼きビビンバ口やって言うんですよ俺は3日前からやって言ったら、いや3日前とかそんなんどうでもええとって言って、ねえもう石焼きビビンバもそんなんどうでもええやんと。で俺正直言うとね、そういうとこの買い物ってさ、男にしたら付き合ってるという気持ちの方があるのよ。もう意味わからん店屋さんがたくさんあるの、何見てるかがわからへんわ。ディスプレイもね、なんかこっから下のマネキンのケツものすごくこないなったやつが4体ぐらいこないなってんの、な何やかわからへん男にしたらそっから20分ぐらい出てけへん、何を困ることがあんの、これの20分何がかかんの、意味わからへんの。あれなんなお前は、聞いてもしゃあないよ、嫁に聞いたらええな、そんなんな、なんかそんなとこばっかり行きよんねんでね、買い物とか食べるもんぐらい俺に合わせてほしいわっていう気があるけど、それ言えないですよ嫁に。買い物はやっぱり2人で子供を連れてくからみんなが楽しいもんやっていうスタンスでいかんと、嫁にしたらやっぱ気が悪いんでね。ほんで、いやでも僕の心の中では食べ物ぐらい合わせてくれんとみたいな。ほんで嫁が、いや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 、そんなんもうね、石焼きビビンバ食べたいねんって言うから、もうな、バーかパーかわからんような食べ物ねチョイスされても困るわとね何のこと言うから、石焼きビビンパなのかバーなのかどっちやと、そんなこと言えから食べたいねんって言われて、お前な考えてみろと、うちはカツ丼から石焼きビビンバまでっていう幅広いね、そんな店あると、阪神でいう田中修太みたいな店はないでしょとね、分かれへんと思うけどね、ないやんと。嫁も分かってなかったからね、誰田中さんってっていうのそこから説明はもういいからそんな店ないって言って、ほんでね、お前考えてみと、ほんな石焼きビビンバにしようかと、ほんな一回出て焼肉屋探してそこで石焼きビビンバやってますかって探さないあかんやないかと、そしたらもうカツ丼にしようやと、カツ丼どっかあるがないってバーって歩いとったら、フードコートってあるじゃないですかね、あの文化祭みたいな感じのむっちゃ楽しそうなとこね、ね、あそこね、ほんまな、結婚する前とかさ、あの子供生まれる前はこんなん言うとほんまに申し訳ないけど、嬉しそうにファミリーでご飯食べてる見て貧乏くせえって思ってたのよ。なんかもう張り切ってるおとんとかおるやんか、なんかハンバーグハンバーグ行けハンバーグとか言うてる姿見たら何切ってんのって、もうなんかギャー食べてやってるやん、走り回ってるし子供、なんかもう生きってるねん、なんかお母さんもなんかオムライスとかものすごく高級そうに持ってきてやって、お母さんちょっとでええわみたいな感覚の
貧乏くせえ思ったんですけど、今結婚して子供もできたでしょ、ほんまええとこやで、あそこめちゃめちゃええねえ、あんな子供走り回っても気使わへんし、少々こぼしてもね別に自分らで吹けるし、あんなんええわ。だから僕フードコート入るときはフードコートの神様にいつもごめんなさいって言う入る、あの時の僕ごめんなさいって言って入る、で本当にもう本当にごめんなさいと、タイムマシーン1回だけ過去に戻れると言うならその自分に戻ってそいつビンタして帰ってきます、1回をそれに使いますよとね、もう1回をそれに使いますと、もう骨折る瞬間、小5の時骨折った時に危ないって言うんじゃないんですよと、その時の俺にパチンってやって1回だけやって、もう長いことこんなわけわからんこと言うてるけど、まあそれですね、でそれぐらい今フードコートには感謝してるということなんです。でそのフードコートに行ったらね、嫁にバチン歌って、見てみこのフードコートトップカツ丼やないかと、こういうことなんですよと、ほんで次見てみお好みね、ほんでほんでラーメン、はいオムライス、はい石焼きビビンバってアンニョっていうとこがね入ってるんです。石焼きビビンバ知ってます？アンニョすごいな思って、まずこのファミリーのフードコートで俺は石焼きビビンバで勝負してやると思ったアンニョがすごいなと思ったんですどんだけの支持されんねんかわからないのに、うわすごい、で嫁にお前これ見たんやろ、これ見て言うたんやろって言うたら違うって言うんですよ、食べたかったから言うただけや、あそうなん、すごいな、アンニョあるわ、もうここでええやん、もうほんまにもうねフードコートの神様ありがとうございます、もう絶対一回はもう過去にバチン行きますからって言って、もうほんと最高や言うて、うわー行って、ほんでもう場所取りやな、もうベビーカーもうボン置いてね、もう泥棒なんかおれへんフードコートに、もう荷物も置いてね、もう場所取りや、もうええねんパクられてもそんなおれへんおれへんって、財布だけ持っていこうって、ちょっとお前疑ってるやんみたいな空気もありながら、財布だけは持っていこう携帯とな言うて、これ持っていくね、で俺はカツ丼行くからなって、お前はもう石焼きビビンバアンニョ行ってこいよ、んでいろんな意味でありがとうって2回言うてこいよお前はとか言うながらね、ありがとうありがとうやぞと、ほんで俺はバーって行くね、まだねフードコートのね怖いところはね誘惑が多いんですよ、何もかもが食べたくなるんですよ、でも僕はカツ丼、カツ丼なんです、気持ちカツ丼やからね、もう嫁にもあんだけこれカツ丼口やって言うてる分ね、もうカツ丼やって分かってるんですけど、バーっと行った時にこの辺にねポムノキジュニアっていうねオムライスのね、これまたねデミグラスソースの絵がパシーンと入ってきたんですよ、あやばいやばいやばい、これやばいぞと、これは絶対あかん、これ絶対あかん、こっち買うて行ったら何言われるか分からへんやんか、これ絶対あかん、でもカツ丼やと、どうしよう、いやでもねものすごい美味しそうなポムノキジュニア、名前からして美味しそうやわいう話になってね、自分の中でポムノキジュニアやでと、うん、ほんでどうしようか迷うてん、あでもカツ丼やと、もうカツ丼、いやでもポムノキジュニアも食べたいと、でもこれを人生に自分の中で変換してみようじゃないかとね、うん、めっちゃ考えたの、カツ丼は俺の嫁、ポムノキジュニアはなんか俺を誘惑してくる女性みたいなちょっと俺も男やし、ちょっと浮気心でポムもキノモもみたいなんやけど、でもカツ丼どうすんの、家庭がもう潰れてしまうよデミグラスソースみたいなグラマーな女性が来たとしても、それで心揺れてるようであればもうあんた家庭崩壊よみたいな空気、これどうしようかと、もう5分ぐらいめっちゃ悩んでたの、行ったり来たりね、ちょっとねあのグラマーなデミグラスの家の前立ってみたりとかしながら、でもちょっと歩いて自分のね家の前カツ丼の前をこう立ってみたり、ものすごい悩んでたの、でも待てあかんあかんと、全然あかん、俺は嫁と子供が大事ね、こんな一過性のもんあかんって言って、俺は嫁と子供取るって決めて、うんってなった瞬間ものすごい嫁の顔が見たくなったんでね、ほんでパッて振り返ったら嫁がソフトクリームべー舐めてんの、うーってなって、うーってなって、ちょ待ってー思って、わー行ったらね、そのフードコートの椅子んとこにたこ焼きね、ラーメン、ほんでソフトクリームべーやって、男ものすごいはべらかしてるのよ、よかったら浮気ですよこんなん、石焼きビビンバどこ行ってんの話なんて、なんかベロン舐めてへーって笑うてんねん、ちょっと頭おかしいわ思って、お前何やねん石焼ビビンバは言ったら、いやあれもあれでみたいな、俺にしたら悲しいよね、なんかホストクラブでなんか強引してるみたいな感覚やねん、いやちょ待って言って、なんなん言ったら、いやちゃうやんと、石焼ビビンバ時間かかるから、ちょっと待って待って、たこ焼きもおいしそうやし、ラーメンはあえねにね食べさそう思って、ね麺のやつやから、俺ソフトクリームちょっと食べてるだけや、なんやねんと俺はお前ら選んだんや何言うてんの、ええわええわと
もう俺らもカツ丼、もう俺らカツ丼だけでええと。ほんで行って、ほんでカツ丼だけこうでもうポムの知らん。ほんでバーって食べよう。ほんで座って、でベビーカーのところにね、子供乗せようかどうしようかって。あのね、ちょっと椅子が高いからどうしよう。ほんでまあとりあえずもう座らせたらええんちゃうかって。でも座れへんもんな、もうあれもう2歳やから。もう立っとるねん、もうテーブルに手ついて、もうこんなし遊んでんねんもう。ほんでね、ほんでいただきます。よかったな、石焼ビビンバ貼ってと。カツ丼もあった。まあお前の浮気のことはもうええやんと。俺はまあ一回ぐらいは許すわみたいな話やな。ほんで食べようか。でアイレンにね小皿持ってきたからね、ラーメンフーフーしておいた。ほんでご飯食べるよって、いただきますと言ったら、もうねちょっとびっくりしたんですけど、アイネがねシュ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 言うんですよ。え、何って思って、んってなって、どうしたの、食べや言ったら、シュシュあシュシュって言うんですよ。アイネはこれね、わかんないですけど、これ人間やもう思たんが、お前らカツ丼石焼きビビンバで盛り上がってるけど、私たちとことも何食べたいか聞かれてへんけどね。あ、シェシェって言うんだ。どうやら寿司が食べたいって今この土壇場に来て主張してきたんですね。で寿司言うてもそんなちゃんと食べれないですよ。あの卵を一回与えたらハマってもて、もう卵ばっかり食べです。それこう覚えてたか知らんけど、シェ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 って言うんです。でもうそんなね、もうお寿司ないよ、こう周り見てお寿司はないわね、これ食べって言ったらってな、その飯したかってたまにするその飯したかって言いながら、でもね聞いてないっていうね、ちょっとあるんです、負い目がね。家族の一員やったら一応聞いとけみたいな感覚で、聞かれてないみたいな目されるとちょっと胸痛なるってね。でもういいからって、もう怒らなあかんからね、食べなさいって言ったら、もうラーメンバー持ってうわーって、もうなんかヌンチャクみたいに振り回しよう。あかん言うてるでしょ、振り回したらダメって、その目やめなさいよ。そんな目で見たあかん、お友達もそんな目で見たあかんねんで。ほんな次また持ってね、今度はもう振り回したら怒られる思って、テーブルの上に置いてね、なんかブワーってやっとんねん、なんかいっぱいやって、もうええわええわ、もうほっとこほっとこ、もう後でパンかなんかこうって食べさそう、でも食べ食べもう言ってバーって食べて、ほんでもうあれね、もう怒った顔して食べて、でもうごちそうさまごちそうさま、もうええやろって、で嫁ももう半分ぐらい食べて、もうええわって、お前何やねんと、あの勢いどこ行ってんっていうのちょっと揉めながら、もうそんなことまた後でええわ言って、でもうあれね、とりあえず食べさなあかんからって、机の上でなんかこんなんしとんねん、ほんでもうはいはいはい、もう片付けろ片付けろ言って、でもうあれね、ちょっとベビーカー乗すからって言うて、こうあれねのとこに回ってね、アイネを抱こうとした時にね、ほっと見たら奇跡がね、ラーメンの短いのがプンってあってね、長いのがその上からクリンって回ってシャーってなって、ものすごい達筆で寿司って書いてるから、ってなって、寿司って見えるって言った瞬間、アイネがその飯だかまあ、いろんな経験させていただきましてね、でもうこの後は照れますけどサイン会なわけですよね、うん、僕はねサイン会というのはどうなのかなとも思うんですね。そんなにそのサインが欲しいカリスマ性があるわけでもないしね。で最後一個だけちょっとね、サイン会の話でね、あんまいい思い出がないんです僕サイン会で。でね、じゃあ暗なるんかな、いやこれは別にね暗なることもないか、僕が最初で最後に行ったサイン会が仮面ライダーストロンガーっていうサイン会なんですね。ストロンガー知ってます、知ってる人います、あ結構ありがとうございます。あの仮面ライダー知らない人に説明する、仮面ライダー僕らぐらいの世代の仮面ライダーで、カブトムシかなあれのなんか仮面ライダーで、ここブーンってついて緑でここにあれ S って書いて、分かりやすいで、ここ昔の仮面ライダー今みたいにプルーンみたいなあれへんわ、ポンポンポン、イエス、イエスちゃうわ、S やイエスって書いて、高須クリニックやねん、イエスって書いててテレビでずっと見てたんです僕。それが近所のスーパーに来るって、昔はあったんですよ近所のスーパーにそんなのが来るのがね。
うわストロンガー来んねや、僕小学校低学年かな3年前後やったと思うな。で僕知らなかったんですけど、保護者と行かなあかんかったんですけど、僕はあのその当時で言うとおじいおばあに育てられたわけですね。でお父さんお母さんでいなかったわけですよ、ね、で僕は一人でてか、まず おばあちゃんにちょっと仮面ライダー見に行っていいっていうわけのわからんね承諾を得に行くんですね。あれ子供の時は絶対承諾するな、花火見に行っていいとかいうわけのわからん承諾をしてするんです。子供の時僕はで仮面ライダー見に行っていい、勝手に行けって言われてでもうね時間始まるからピャー走って行ってですよ。ほんでもういっぱい来てんのをうわって押しのけて一番前で座ってたんですね。ほんならもうずっと待っててやっと始まったんですね。ほんでね、言うて、であの今から思えばですよ、なんかあの裏かね、なんか業界的なこと言うと動線っていうのがあってこう見えずに行くっていう道がなかったんですよね。汚いスーパーやったから、うるさいだよって声が聞こえたと思ったら、いつも挨拶してるあのね自動扉の右手にある乾物屋から出てきよったんです怪人、ね、こんなヘラヘラついた出てきて自動扉ちょっと待ってウィーンって開いてって来たんです。その時は何も思えへんやん子供やから、今から考えたらそうだったという話でフワ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 って来た。ほんででなんかむっちゃ怖いんですよ、もう怪人やから。こんなとこからあなんかいっぱい出ててこんな顔でこんなんでこんな形ででちょっと細身なんですね、黒のタイツで細い人がやってたんでしょうね。で言うてお前たち何とかだろ言うて子供でうわーって来るんですよ僕のとことか。うわー言うててもう泣きそうになってね、ほんまもんの怪人や思てるからうわーってなってたら、待てーっていうねストロンガーの声がまたしてね、つけもんやから出てきて待てーですよね、変な間相手待てしよったね。ほんでもうあーってなってもうて、僕ストロンガーやってストロンガーやってもう緊張してもってね。ほんでだからなんとか許さんぞみたいなんでボッコボコにすんのよ、そのわけのわからんやつ。どつかれたここはもう全部揺れるみたいなボッうーんなって、でもボッコボコにしてうわー言うてまたウィーンってなってまたウィーン帰っていきよったね。ほんでストロンガーケシーンとか決めたわけですよ。うわストロンガーや一番前で見てた。ほんでじゃあおっさんが出てきてね、今からストロンガーのサイン会を行いますっていう話になって、はい皆さんこっちに並んでくださいって。ほんでストロンガーがね汚い、ま、生ゴミの様子のようなところのシャッターの前でこうストロンガーこう立ってるんですね。でそこに並ぶわけですよ、みんな保護者と一緒にね。で僕は一人なんですね。でもう並んでてパッて見てたら、みんなストロンガーバーって書いて渡されてる色紙を、でわーわーってなって緊張して、ほんで僕が前から3番目ぐらいだった時に大人のねそのおっさんが来てね、自分はあれ保護者の人はって言うから、分からへん保護者っていうのよう分からへんから、いやえ分からんって言ったら、お母さんはって言うから、お母さんはいないですって言ったんです。それはお母さんが今いないんじゃなくて、僕はいつもお母さんはいない人ですからね、そういう意味で言ったんですね。僕そういう意味で言ってしまったわけですよ。お母さんはいてませんって、ね、家にもどこにもいてないという意味ですよ。いてませんって言ったら、ほんのあかんやん帰りって言われたんですよ、ね、ほんでえってなって、ほんでどんどん前進んでいくわけですよ、ね、ほんで500円いんねんでって言うんです、ね、今から考えたらむっちゃぼったくり違いますその当時の500円で札やんか、あの青いあんなもん大金やん、正月にしか持たれへんようなやつですよ。で500円ないって言った、もう帰り帰りって言ったんですね、言われてるんです。ほんでもう前の子なんかサイン終わってるから、僕がそれ言われてるから進まないんです。ほんでもう泣きそうになってくるわけですよね、子供やから責められてると思って、まあ責められてるんですけど、ほんでね泣きそうな顔してパッとストロンガーの方をチラッと見たら、ストロンガーも知らん顔してるんですよ何やねんとストロンガー、えら器小さやな思って、そん時は思わないですよ、子供でそんなんやったらもっと売れてると思いますからね、感性がそこまでやったら、へーってなって、ほんでもうちょっと押されるぐらいでもう避けられたんです。ほんでねこう歩いて帰っていくわけですね。その時にねなんかこうものすごく悲しくなるわけですよ。お金がいるっていうのはまあこれは仕方ないこと、お母さんがいないとストロンガーにはサインしていただくもらうことができないんだと思って、ね、お母さんがいる子じゃないとストロンガーにはサインをしてもらえないんだって思うとものすごく泣きそうになってくるわけですね。で、
どん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 やってるうちにストロンガーが知らん顔しよったでしょ。それがものすごいね、もういいって、もういやいやあんなやつってなって、そのさっきまで好きやったのに知らん顔せんでもね、今から考えたら手だけ振ってくれたらええやんか別に。 でまあその時振られたら500円やでって言われてんのかな、もうあのね、来ないなって、で帰ったんですね。帰ったらおばあがね、まあ、その当時うちはあの一軒家で庭が結構あって、そこでね、まあ、暑いさなかやったから清水ではないんですけど、なんかね、あの朝みたいなね感じの生地のね、もう男でいうランニングみたいな女の人用のがあってね、もうテロテロや、もうここテロテロなんて、もう乳出たんね、おばあでね。でまたこう竿の高いとここをするから、もうブリンっておっぱい出しながらね、洗濯もやってくれてるんですよ。ほんでね、もうおばあの顔見て泣いてしまったんです。やっぱり安心して泣いた。でおばあはさっきまで仮面ライダー見に行ってって言うてた孫が行って帰ってきたら泣いてるから、おばあイケイケなんです、うちのおばあ。多分うちの子供はおばあに似てると思うんですけど何やってん、この勢いから気張りますからね、泣いてても。で僕ももうってなりながら泣きながら初め言わなかったんですけど、誰に何かやられたんか言うから、もうこれ言おう思って、あのストロンガーがお母さんおらへん子はサインせえへん500円って言ったんですね。これね、今から考えたら全然だいぶ事実はこうね僕の中でだいぶ変換されてるんです ね今やったらいや違うねんとね、保護者と一緒に来なあかんかった、お母さんかお父さんかおじいちゃんおばあちゃん誰でもいい、保護者と来なあかんかった、ほんでサインもらうのは500円やっていうのを大人の人に言われたから僕は帰ってきたって、こう今やったら説明できますけど、子供やからでけへん。おばあがそれ聞いて激怒してね、何言うて、こいどこのスーパーや言うて、もうおっぱい出したままですよ、行くぞ言うて、ほんならまたおっぱい出されたまま僕はおっぱい見ながらこうついていくわけです、どこどこスーパーや言うてね、僕はもうなんかおばあがなんかサインもうてくれんのかな思って、どこどこスーパーやねん言うてバー行ったらまだ並んでるやんか。でおばあもうブイブイはしてたからね、その地域ではね、もう僕反面教師で大人しになった思うわ。おばあがね並んでるとこバーって行ってね、ストロンガーの前行ってね、おばあでわかんのか言うたんですよね。ほんならね、さこのバラにしたらさっきのこれと一緒で今度おっぱいがブルンブルンになった新怪人が出てきたんじゃないかというようなほーってなって、あかんのかおばあではあかんのか言うてストロンガーの肩をボーンついたんです。ほんでストロンガーが一応ヒーローみたいにこうなったんですね。ほんで僕はこれでストロンガー冷めたんが、こうなった瞬間に僕この辺この距離ぐらいです、この距離、この距離やから確かに聞こえたんですけど、ストロンガーですよ、あの僕のヒーローのストロンガーがバーンになって、すいませんって言ったんです。